どうもみさんこんにちは2019合格基礎講座民法第一回目の講義を始めてまいります担当いたしますはレックスン人講師の豊子と申しますどうかよろしくお願いいたしますはいそれではですねまあ今回から全18回にわたりまして民法の合格基礎講座を始めてまいりますまあかなりのねまあ長丁場になりますけどぜひ最後までねしっかりとお聞きになってください でまずですね最初に使用すする教材を確認しておきたいいと思いますこちらご覧くださいまずですねこの合格基礎講座の中でメインに使用していくテキストですね合格基礎テキストこちら必ずご用意くださいこちらねであとこちら条文集ですねこれも適宜使用してまいりますので、ね、これもぜひお忘れないようご準備くださいでさらにですね「降格民法」 高架民法ね。これも必要に応じてですね。あの使用いたします。で、今回の講義の中では正直申しまして、できるだけこの高架民法にも触れていきたいと思ってますので、これも必ずご用意くださいね。従いまして、まあ、ま計3冊ですね。3冊ね。ちょっとまあね。面倒くさいかもしれませんけど、ぜひね。必ず3冊ご用意してこの講義をお聞きになってください。よろしいでしょうかね。で。 この一応メインはね今申しましたようにこの合格基礎テキストになってますけどね一応全部で3冊一応毎回ご用意ください。でこれからねこの民法ですねこの鑑定士試験の論文試験の科目の一つである民法についていろいろ皆さんにお話をしてまいります。でこの民法なんですけどねやっぱり法律っていうことでちょっとねこう構えてしまう方が少なくないかなと。 思いますで皆さんの中でね他の今まで国家試験で勉強したいという方もいらっしゃると思いますかなりね専門的に勉強した方ねあるいは宅検でね勉強したいという方もかなりいらっしゃると思うんですよでそういうね以前に勉強したことがある方はぜひその辺の知識とか理解をフル動員してください必ずね、役立ちますからで逆にですね今回初めて勉強するよっていう方ね、そういう方もね 決してあのお薬必要ありませんからね。しっかりとこの講義をお聞きになっていってください。よろしいでしょうかね。あの法律って聞くとね、どうしてもこうね構えてしまう方少なくないんですけどね。決してそんなことありません。でこれから勉強していく民法という法律、私たちのね、もう生活ですね、もう非常に身近なねあの法律の一つというふうに言われてますね。家を買ったんだけどね、いざこう引き渡しを受けてみたら床下が白あり壊れてた。 どううしたらいいんだろうだとか、ね、あるいは騙されて自分の、ね、貴重な土地を売っちゃったどうやったら取り返せんだろうだとかそういう私たちの身近な、ね、こう生活を切りすすのが民法ですから決してねどか遠い彼方にある法律ではありませんので、ね、是非そういう、ね、あの法律って難しそうだなそういうふうに思わず、ね、是非どんな科目かな興味を持って、ね、勉強なさってみてください。よろししいででょうか、ねで ちょっとこちらですね「合格基礎テキスト」ちょっと開けていただきたいんですけどもこれ、まあ、目次ですね目次をめくってっていただきますとよいしょこちらですね一応目次でいきますとごめんなさいえっ、ー、とページでいきますと6ページですねこちらちょっと開けていただきたいんですけども、ね、目次のすぐ後ろです今私がお話したようなね内容がこちらの方に上がってます。民法一般について,ってことこでね 本当に私たちのね身近な生活ですねを切りする法律って言いますんで、まあ、この辺ですねあつでまた勉強の合間で結構です勉強の合間で結構なんでざっと目を通してみてくださいねであとすぐその下ですね鑑定士試験の民法の特徴っていうのこれもね一応載っけてありますんでこれはちょっと今回お話をしておきますで2問とも事例問題で出ますね A とか B とか 建物だとか落つ土地だとかねそういう事例問題で出ます。でねこの合格基礎テキストのちょっと端末をご覧ください実際の本試験問題もね載っけてあるんですよ。ペペーージジですねページをご覧くださいこちら「端末付録」っていうことで平成29年これ昨年度です。昨年度のね第2問目の本試験問題を載っけてあります。 でそれに対してねレックの方で一応ご用意しました一応参考等はもうこれも掲載してありますでまず最初にですねこれが本試験問題ですこれが事例とことですねちょっとお聞きしましょうかねこれ高土地だとかねえねえ名義で所有権登記がねこれうんぬんって書いてありますこんな形でこういう事例で本番が本試験問題出ます で最近の本試験の傾向といたしましてこの事例問題ですねこの問題文のすぐ下に関連する条文もきちんとねあの本試験の時に六法はね六法は使えませんけどその代わりこうやってねこれ裏のページですね374ページこんな形で関連する条文は試験員の方でねこうやって載っけてくれるようになってますから。 ですから心配条文についてね心配なさる必要は全くありません。であとこちら、ね、これあの,の参考答案ですで一応ねまあこれだけ書ければもうほぼほぼ完全解だよ、ね、ほぼほぼ満点近い点数つくよっていうのをお示ししてるんで、ね、ですから内容的にかなりねあの突っ込んでいろいろ書いてありますけど実際本番でねここまで書けなくても受かります。 <laughs> 実際ねあの論文受かってた方たちの再現答案とかね毎年ねあの集めて拝見するんですけどそんな大したこと書いてないですよ本当によくこれで受かったなっていう答案もね時々ありますからねですから決してねこの「レックの参考答案」ご覧になってこの通り書けなかったら受かんないんだなんてことは絶対思わないでください、ね。もっとレベル低いです。レベル低いです。でやっぱりねこれもちょっと正直申しますとね やっぱりこう民法って他の科目以上にねあの苦手意識持ってる方って結構いらっしゃるんですよ。で例えばねこれ1科目民法はまあ100点満点、まあ、経済会計も100点満点でしょ。で民法についてはね正直申しますと40点から50点の競争と思ってください。40点から50点の間の争いと。そので、まあ、点点で数争うもちろん中にはね 昔、司法試験やりました。っていうような方はね。もう70点とかでもあるいはそれ以上の点数を取る方もたまにいらっしゃいますけど。でも大半の方はね。ほとんど初めて勉強するね。もちろん中にはね。宅建でちょっとね。やったことあるよって方もいらっしゃいますけど、大半はやっぱ初めて勉強するですから、皆さん民法をね。苦手にされる方多いしたがって、本当と40点から50点の争いと思ってください。で、これもね。ぜひ忘れないでほしいんですけど、この鑑定士試験っていうのはね。 当然ながら相相対対評評価価のの試試験験です相対評価の試験だから仮に自分のねその民法の点数が仮にですよ仮にまあ40点だったとしても他の全受験生が39点以下だったら受かっちゃうんですよこれれは絶対に忘れないでくだ,さいいいです、ね、だからその民法の絶対的な力じゃなくてあくまでも相対的な力これを意識してほしいんですよ。ね だから民法を得意科目にするとか民法に精通するとかで、ね、そういうことではなくてあくまでもこの鑑定士の論文試験というフィールドに限って他の受験生よりは1点でも多く点数取れればオッケーとねそういうことですねですからここで一番最初にねこれ申し上げますけど相対評価の試験であるということは絶対忘れないでくださいそうすると少し気持ち楽になるでしょう別に,に皆さん民法の専門家になるわけじゃありませんからよいですね これれは忘れないいでくださいねで一応まあこんな形で、ねまあ、レックの参考当番でちょっとページめくってっていただきますと、まあ、375ページから始まって376そして377ってことでね、まあ、結構な分量になってますけどこれね、まあ、結構ね、まあ、スペースが狭いんで、ね、一見するとかなりの分量見えるかもしれませんけど、ね、実際文字数はん大したことないんですよ。で特にこれね 説問の2ですね375ページの下の「設問の2」のところをちょっと見ていただきますとねここにつきましては次のページちょっとご覧くださいこちらですね376ページの下のこの3番34数字の3番こっからがこの今回の「設問2」のメイン論点になりますいわゆる「時効完成後」 の第三者これ実はもうねメジャー論点ですメジャー論点これが今回のねあの説問2のメイン論点になるんですよでこれって実は当然ながら公家金民法にもこれ載ってます公家金民法にも載ってるんですよ自項完成後の第三者ちょっと開けて見てみますね公家金民法の107ページちょっと開けてみてくださいこちら 投資番号でいくと五十三番です。自己完成後の第三者。したがってここにね、平成二十九年目で出たよ。この表記がしてあるでしょう。これ WA です。WA。これ重要度をね、このアルファベットでこの降下金民法は表示してるんですね。で WA が一番重要です。WA が一番重要。その次が A です。その次が A。でこの後他にね、B とか C のランクも出てきます。 でもそれらは基本的に皆さんおやりにならなくていいです重要度が低いですから低いでかつていわゆる B ランクの論点がねもう結構んもう5年ぐらい前ですかね本番で出たんですよ B ランクがみんなできませんでした受かった方の論文に受かった方の再現等は私やっぱり拝見したんですけどその受かった方でも全然書けてないこの高騰に上がっているような論証とは程遠い内容、ね、でもこれでも受かっていくんですよ 受かっていくさっき言ったように相対評価だからね絶対評価じゃなくて相対評価だからねだから逆に言うともう B ランクさらにはもっと、ね、重要度が低い C ランクについてはやらなくていいまず出る可能性も低いし出ても今申し上げた通り論文受かる方でも書けませんからだから,だら初めからやる必要ないじゃないですか時間の無駄いいですねしたがって逆に言いますと重要度、ね、こういう WA とシングル AA1、ね、個 ね、シングル、A、の2種類だけででいいですこの重要度の上位2つ WA とシングル A の2つだけ、ね、この論点しっかりと押さえていけばで実際これを覚えて、ね、も,もちろん理解しますよ理解して覚えて答案に書けば受かっていくわけですよこれでこれでいいですねこれ覚えておいてください重要度ね4段階ありますけど上位2つの WA とシングル A だけで OK です他の BC まで手を出さなくていい でこういうふうういふに言ととね、ちょっっ先生待ってくださいよと。だったら初めからこの甲書民法だけ勉強したらいいんじゃないの,、ね、あの合格基礎テキストなんかやんなくていいんじゃないのって、ね、そういうふうに思う方が出てくるこれはもう至極当然のことですよ、ね。当然皆さん最短距離で受かれたいに決まってるわけだから余計な勉強なんかしたくないでもでもなんですよ ね、皆さんの中で、ね、処方試験等で民法を専門的に勉強したよっていう方はいきなりこのねだけどそうじゃない方、ね、一応達見で少しやったよっていう方ぐらいだとねいきなりこの「効果的民法」はちょっと荷が重いと思うもっと言うと消化不良を起こす可能性が大きいんですよだからいそごままありではないけどとりあえずねとりあえずはこっち。 合格基礎テキストを使って、ね、この講義やっていきますから、ぜひ、こちらのね、テキストを使って、まずは一通り講義をお聞きになってみてください。よろしいですかね。で、確かにね、この合格基礎テキスト結構ね、これ熱いですね。<laughs> 結構あります。でもね、あの、心配いりません。これね、この合格基礎テキスト、実を言うとかなり詳しい内容まで盛り込んでるんですよ。かなり詳しいの。 でも実際の鑑定士の民法ではねもう出るところって結構ね決まってんですよかなり癖があるのですからこの合格基礎テキストを全部ベターっと勉強する必要ありませんから私の方で講義の中でねもうメリハリをつけてここは押さえてくださいね逆にここ飛ばしますよそういうところ、ね、そういう形でメリハリをつけてお話ししていきますから全然心配いりませんで実際かなり飛ばすページもありますから全く心配する必要ありません安心してくださいいいですね ですから急ぐは回れってことでこの合格基礎テキストですねこの後実際これを使って私の方でどんどん説明していきますねもう重要度が低いとかどんどん飛ばしますからでも逆に逆にですよ大事なところは私しっかりとまた場合によっては繰り返し何回もねしつこいくらいあの説明しますからそういうところはしっかりと押さえていってくださいでこの民法を勉強するための一つのね大きなポイントがあります まあこれは全ての民法以外のね全ての法律を勉強するときにも当てはまるんですけど理由を考えるってこと理由です理由なぜだろうどうしてだろう文章を読んでねもうそれを覚えるっていう勉強は絶対ダメですよこれは行政法規では OK だったけど論文の民法ではダメですいきなり全部を覚えていくこれ行政法規で OK だったでしょねでも民法は全く逆です 同じ法律であるけども試験での出題の仕方が異なる以上当然勉強の仕方も変わってくる特に法律は考える理解するっていうのが大前提ですでねしっかり理解していくと無理に暗記しようとしなくてもねある程度頭に残っていくんですよこれがまた法律の不思議なねあの特徴でもあるんですね。ですから行政法規とは違ってねこれ絶対気をつけてくださいね。 行政法規の時私で、ね、テキストもピンクで塗りつぶして皆さんに全部覚えてくださいねとお話でしたでしょう。あの民法は逆です。本当にこれからね、テキストをお見せしてきますけど、本当に覚えてほしいところはピンクのマーカーでお示ししてますけど、本当に数える程度です。各ページ。ね。それよりもしっかりと理解して、で、理由を考える癖をつけてください。文章を読んで、どうしてだろう、なぜだろう。例えば条文を読んで、なんでこんな条文があるのかな。どういう趣旨かな。考える。 またある論点について判例が結論述べてても、ね、その結論すぐうのみにして覚えるんじゃなくてなんで判例はこういう結論なのかなどういう理由なのかな、ね、そうやって理由を考えるそういう癖をつけてってくださいこれが大きな、ね、財産になりますから例えばねさっきも言いましたけど民法って私たちの身近な法律です。でトラブルが起きたで場合によっては当事者間で解決できなければ裁判所に場所を移してで 原で原告ってのは訴えた方で被告被告ってのは訴えられた方がそれぞれ弁護士を立てて裁判所で争うじゃあその時に最終的に裁判官がねこれ判決を述べて、ね、原告の勝ちあるいは被告の勝ちねそして判決で結論を述べてその紛争トラブルを終結させるわけですけどその時に裁判官がね結論だけ言ったってね原告の勝ちあるいは被告の勝ちって言ったって原告被告双方とも納得しないでしょ。 結論だけ言ったって、ね、裁判官がこれこれこういう理由で原告の勝ちあるいは被告の勝ちって言って初めて原告被告双方ともまあしょうがないかなまあ納得するわけですよだから法律ってよくね説得の学問って言われるんですよ説得の学問人を説得するねだから勉強する時も理由を考えてくださいどうしてだろうなぜだろうで理由を常に意識した勉強をするってことでね 法律家の方あるいは、まあ、法律をね、まあ、専門的に勉強した方の喋り方ってね特徴があるんですよあのね言葉喋ってる言葉の中にねやっぱり無意識のうちに理由を言うのいきなりこうだよねじゃなくてこうこうこうだからこうだよね,ねこうやっぱ法律をね勉強してきた方っていってやっぱそういうのが染み付いてるんですよ理由を述べるだから無意識に相手を説得しようっていうそういうね 意識でしゃべる癖がついてますだから法律を勉強した人って分かるんですよしゃべるとああこの人、まあ、理屈よくねよく理屈っぽいといか言うけどもうあ理由を述べてしゃべるな、ね、法律を勉強した人な、ね、しゃべるのを聞くと分かるまた書いた文章を見ても分かるんですよやっぱり理由づけを丁寧に書きますからこうこうこういう理由でこの点はこういうふうに返すべき、ね、こういうふうに考える、ね、そういうふうに書きますから,、ね、だからとにかく勉強する時は理由を意識してくださいよしですね ですからとにかくこのねこあと18コマかなりねロングランになりますけども大事なところについては徹底的に私は皆さんにねこれどうしてですかねなぜですかねこうやって投げかけて皆さんと一緒に考えながらあのねこの中身をねこの講義を進めていきますからぜひ皆さんの方におかれましても私がねここ大事ですよって言ったところを丸暗記するだけの勉強ね行政法規の時みたいなそういう勉強だけはくれぐれもなさらないでください。 ね、暗記に走った勉強では民法は得意科目にできませんからよしですね、まあ、いろいろ話しましたけどとりあえずね、まあ、今回1回目の冒頭ということでいろいろね大事なポイントもお話しいたしましたじゃあですねこの後実際に合格基礎テキストですね中身を見ていきましょうでね、うん、とまたちょっとこちらですね目次のね目次の後ろですね こちら、さっきね、こちらの左の、えっと、6ページですね。民法一般について、で、その下の鑑定士試験の民法の特徴。これちょっと途中で終わっちゃいましたけど。ね、ちょっと続けますと。あと、2番目ですね、特徴といたしましては、民法全域からまんべんなく出るんじゃないよ。これさっきも言いましたね。このテキストはかなり詳しいんですよ。でも、まんべんなく出るわけじゃないよってことで。で、財産法。この後見ていきますけど、財産法と言われている分野。 民法創作物物件、件、担保債債権権論、債権格論、こういうのを財産法って呼んでますけどこういうところから中心的に出題されます。で国土交通省のねあの受験案内にもそれも、ね、ちゃんとめ書いてあります。民法法にについいてて財産かから、ね、メインに出題すするよ書いてありますから、ね、で3番目おそらく皆さんこれかなりねこ,この辺がやっぱ一番関心が高いじゃないかなと思うけどレベルね問題のレベル。でかつては旧司法試験レベルの問題が ね、結構出てたんですけど最近はねあの国土交通省が数年前ですね短期合格を可能とする試験問題の見直しっていうのを公に発表して以降かなり基本的な問題に変わってきてますあったかも大学のねこの学部試験のような基本的な問題に変わってきてるんでですから全然心配しなくていいです、ね、さっきご覧いただいた去年の2問目の問題ですね「時効完成後の第三次だとかああいう典型論点をポーンと聞くような そんな問題にシフトしてきてきますかもともとはねやっぱりさっきもね申しましたけど苦手にする方多いんですよ苦手にする方多いだからねさっきも言いましたけど40点から50点の争いと思ってください60点から70点の争いじゃありませんねレベルも高くありませんからであとさっき4番目ですねこれもさっき申しましたけど6法は使えませんけどでもね問題文の下に関連条文を掲載してくれるねこの出題形式が定着してますからだから条文に関して心配なさる必要はありません よしで,す、ね、であと右のページですねこの7ページのこの対策ですねこれはまた勉強の合間にざっとご覧になってみてくださいねっ、まあ、特に勉強方法で悩んだらまたここねちょっとご覧になってみてくださいねでちょっと次のページめくっていただいてで最後ですねこの8ページの丸5民法の勉強の9割は理解で残り1割が暗記だよってことで。 これ完全に行政放棄の時の勉強と逆転してるでしょ行政放棄の時はもう9割が暗記。ね。まあせいぜい1割が理解。そんなイメージでしたけど、完全に逆転してますから。とにかく考える。どうして理由ですよ。さっき言ったように。理由を考えてください。いいですね。この癖が身についたら本当にね、民法の理解が一気に進みますから。ね。で、あと、右のページご覧ください。ね。高得点狙わなくていいよ。ね。40点から50点の競争ですから。 ね、であとねまたこれはあの答連ですねこの合格基礎講座が終わった後皆さんにね合格基礎答連っていわゆる答連を受けていただきますけどまたその時にねお話をいたしますあの実際民法のね答案ってね他の科目と違ってかなりね形式が要求されますかなりね形式がうるさいんですよまたこれは合格基礎答連の時にお話しますねそれは一応以上ですね この辺に関しましてはまた勉強の合間息抜きでざっとねご覧になってみてくださいでこのあとね中身入っていきますけどもしね内容面で疑問点が出てきたら遠慮なくねあの例の「教えてチューター」っていうインターネットの質問セールですねあれを使ってご質問をお寄せください私の方でなる範囲でね回答をねお返しするようにいたしますんでそういう形でどん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 ね当然疑問点は出てくると思いますけどもどん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 教えてチューター等を使って疑問点も解消していってくださいいいですね で、あとこの後、実際に講義入ってきますけど、一応鉛筆一本ですね。鉛筆一本は必ず最低限用意してください。シャーペン。で、私がどんどん説明していきますから、特に考え方ですね。考え方。ね。とにかく考え方。ね。あるいは思考の順序。そういうのをできるだけこうメモにしてってほしいんですよ。一応テキストにも書いてありますけど、テキストに載っていないその行間まで私どんどん踏み込んで喋る場合がありますから、ね。ぜひ、ね、その考え方。 これをぜひ意識して、ね、あの勉強してってて勉強いくださ何回も言いますけど単に書かれてる文字像だけを丸暗記するっていうそういう勉強はしないでくださいね。ですからねしっかりと考え方を抑えるためにもぜひね鉛筆で後で消せるようにねシャーペンでもいいですよシャーペンでもいいからぜひね1本用意してどんどん書きテキストに書き込んでいってください。いいですね。で絶対に覚えてほしいところはピンクのマーカーでお示ししてます。ここは絶対覚えてねって形でお話しできますからいいですね。じゃあ始めていきましょうで こちら開けてください1ページですね1ページこちら「民法の考え方」ということでねまあここねあんまりね時間かけるよりもとりあえずまあこんなもんなのかなという感じでねあのお聞きになっていただければいいですでこちら真ん中にねこの図がありますねこちらこれが一応これから勉強していく民法の全体像です全体像 でこれ一応条文に従った分類の仕方ですねで条文ご覧いただきますとね後でまたねあの条文集とかね折に触れて名通してほしいんですけどもまず相続が来るで次に財産法って言われている分野の物件が来るで物件が終わると債権が来る、ね、この2つを一応財産法っていうふうにね一応これ学者があの読んでます財産法。でこの財産法の債権が終わると今度後半ですね この家族法っていうのが規定されています。で、これかつてはね、身分法、身分法って呼ばれてました。ね、今でもたまに学者の中にはね、身分法というも先生もいますけど、今日ではね、むしろ家族法って呼ぶ方が一般化しています。身分ってね、ちょっとこう差別強固っていうふうにね、あの今日では受け取られかねないんで。 だから身分って言葉を避けて今日では家族法と呼ぶ方が結構一般化していますね。でこれはね基本的に家庭内の問題と思ってください家庭内。ね。これ親族と相続っていうこの2つの分野に対別できるんですよ。例えば婚姻した婚姻というのは結婚したってことねあるいは逆に離婚したあるいは結婚して子供が生まれた親子関係だとかねそういうのをこの親族編で規定してます。で相続これはなんとなく皆さんイメージは持っているでしょ 親がが亡くなって子供が相続をした、ね、あるいは相続した財産を、ね、共同相続人間で分けたいわゆる遺産の分割だとか、ね、そういうやつをここで勉強します。で試験でさっきもねお話ししましたけど試験で主に出題されるのはこちら財財産産法法です財産法こちらのゴシックにしてます。こ、ね、こちらののの右側の家族法法は、ね、この財産法と 被る論点があるんですよ。財産法と重なる論点が家族法でもいくつかあるんですけど、そういう場合は出る可能性がありますけども、基本はほとんど家族法から出ないと思っててください。従って勉強の柱、こっち。財産法です。財産法。よしですね。で、この財産法についてはね、この物件と債権に二分できるんですけど、皆さんの中でね、この債権、ね、あれ、先生、そういえば最近、これ民法、この特に債権部分開催されたんじゃないの ご存知の方もいらっしゃるかと思いますで昨年ですね昨年、えー、と2017年にこの改正民法を国会で可決成立して公布されましたただまだ施行されてませんで法務省の発表によるとこの改正民法の施行が2020年の4月1日というふうに言われています。 あの9月1日に施行されているものが翌年に出馬されるってことですので結論申し上げますとね昨年可決成立したこの改正民法が鑑定士の民法で出題されるのは早くとも2021年の本試験からっていうことになりますんで従いましてまた当面はね当面はその改正民法から出題されませんからねとりあえず現行民法で一応勉強しておけば OK とそういうことになりますで。 ね、この講義も当然この現行民法でお話をしていきます従いまして当面は改正民法は横に置いといてください気にしなくていいですよしですねこういう形でね一応これがまあ条文にしたかった場合の民法の全体像ですよってやりましたこれとりあえず軽く頭に入れておいてくださいまず最初に総則っていうのがきてこれ総則っていうのはね、まあ、財産法と家族法の共通項ですね 共通項をまとめて整理したものをこれ、相続って呼んでます。相続。ね。共通項と思ってください。ね。相続があって、ね。物件、再建が来て、その後、親族相続って、こういうね、構成になってますんで。まあ、勉強する時もね、まあ、一応ね、まあ、自分はどこ勉強してるのかな。こういうのを意識するとね、ね、頭の中の交通整理ができますんでね。で、あと、ちょっとこちらですね。この側中、左側のコメント欄で、これもさっき申しましたね、民法って、ね。 これ一般市民の間で送る身近な問題を解決するための法律ですよ。騙されて土地をね、買って代金払っちゃった。ね。これ契約取り消して代金取り戻せるのかな。ね。これは皆さんの中で特に、宅建ね。宅建おやりになった方にとってはなじみのあるこう事例じゃないかな。まさにこれ、民法が規定してるんですよ。民法が規定してますんで。特にね、こういう宅をでやってる方はね、さっきも申しましたけど、その時の知識、フル同意してください。 本当にね、達見であった勉強って鑑定士で本当に使えるんですよ。いいですね。こちら。で、ちょっと、今度図の下行きますよ。今度本文ね。ここはとりあえず一回見とけばいいです。で、ちょっとこの詩人っていうのと一般市民。ちょっとこの言葉はね、あの、答案では使いません。ね。鑑定士の民法、答案では使わないけども、この後民法を勉強していくときの前提知識、前提知識としては持っておいてほしいんで、ね。ちょっとこれはね、軽く頭入れといてください。で、民法は基本的に 私人ねこれは私たちのような一般市民を指しますでこの反対用語が国地方公共団体です反対概念がねこの国地方公共団体こういうのを公的機関って言いますね公的機関って言い方をします公的公的かね公的か私的かね公的か私的か。 こういう国地方公共団体。こういうのを公的機関って言いますけど、この反対概念を詩人って言います。詩人。もう当然これはバリバリ法律用語です。私たちのような一般市民を指すよということで。で、詩人と詩人との横の関係を扱う法律。これを司法って言います。司法。私の方。ね。で、これの中の一般法。一般法。これが民法なんですよ。これから勉強していく民法になります。私法の中の中 一般法です。特別法が商法だとか、ね。あと会社法だとか、あるいは労働法になってきます。これ民法を修正してきますんで。ね。この辺、軽くざっとね、頭通しておけばいいです。一応、主人っていう名前、これね、この概念は一応覚えておいてください。公的機関に対する反対概念です。私たちのような一般市民を指しますから。で、こういう国地方公共団体等の公的機関と、私たち主人との縦の関係。 これを起立する法律を広報って言います。まあ代表例が憲法だとか、あと刑法ですね。人を殺したら殺人罪、人のものを盗んだら窃盗罪とかね、ああいうのを起立する刑法。こういうのはね、こういう公的機関と私たち主人との盾の関係。これは起立する広報って言われています。で、それを図で表したのが次のページなんですよ。これ。一応一般的に学者がね、こういう図で、ね、説明いたします。広報、司法って。 国地方公共団体等ですねこれ公的機関と私たち詩人との縦の関係縦、ね、の関係これを起立するの広報っていって憲法とか刑法がその代表例で逆に私たち詩人相互ですね詩人相互、ね、を起立する法律が司法でこの中の一般法がこれから勉強していく民法です。ですから基本的にねこれ A さんとか B さんとかこういうね 詩人間のトラブルが事例として頻繁に出てきますから。そういうこと。基本的にこういう公的関は顔出しません。ね。民法というのはあくまでも横の詩人と詩人との間を起立する法律ですから。ね。こういう公的関、いわゆる女将は基本的に顔出さないで覚えておいてください。ね。こういう A さんと B さんとの間のトラブルをね、起立してきますって。で、あとをちょっと下続けて見てきますと、ね。 ま、さっきもね、図でご覧いただきました。相続が来て、ね、その後財産法、家族法に大きく二分できるよ。財産法は物件再建の二つ。家族法は親族相続の二つだよ。ね、さっき前のページで図でご覧しま、ご覧いただきました。で、ちょっとこうね、マークしました。ね、これはちょっと、とりあえずここで覚えておいてください。また、詳しい定義は、また、おいおい、ね、この後ろの方で、またその時やりますから。とりあえずここではね、物件と来たら、 物に対する権利、債権ときたら人に対する権利っていうのはここで一応頭にしっかり入れといてくださいね。もっと正確な定義ありますけど、それはまたおいおいねあの別の箇所でやりますからね。で先ほどからご覧いただいているこの財産法というのは物件と債権ね二つに分類できるんですよって言いました。でちょっとお聞きくしますよ。で物件の権は権利の権。 債権の権も権利の権ってことで、共に権利なんですよ。共に権利。ね。で、この物件は読んで字のごとしで、ものに対する権利です。権利。ね。まあ、代表例が所有権だとか、ね、そういうものです。またおいおい勉強していきます。で、逆に、こちら、債権これは、人に対する権利です。債権ね。で、これちょっと字を見てほしいんですけど、債権の債って、これ、人弁ですね。 人だからです。ね。だからこれ人弁。人でしょこれ人弁って人を指します。だから債権っていうのは人に対する権利ということで。とりあえずここではこの意味はねざっくりとした意味ですけど頭に入れといてください。で,ですね。で基本的にね法律っていうのは対象ね対象をものと人に分解するんですよ。法律っていうのはものをものと人に分解してね。規律してきます。 で、あと下はね、また時間の時にざーっと見ていただければ OK です。ね。もう飛ばしちゃってもいいです、この辺。ね。で、今度右のページ行きますよ。で、今度は3ページですね。3ページの帯番号2番。民法の体系ってことで。で、あれ民法の体系でさっきやったよね。ね。これ1ページですね。さっき1ページでご覧いただきました。これは条文の順番に従った場合の分類です。民法の条文のね。 順番に従った場合の分類なんだけどそれとは別にですね勉強していく上でね、ちょっとこれ知っておくといいよっていうのがこの3ページの民法の体系この図なんですよこれ別名レック体系と言われてますこれレックが昔からね特に処方試験講座でねこの図で最初に一番最初を勉強する方にねご説明してたそういう体系なんですよ民法の体系これレック体系って別名読んでるんですねまあいいですそれは ね、でちょっとお聞きしますよ左側がこれ名前皆さん見えますかねこれちょっと字がちっちゃくてねこれ A さんです A さんねで右側が B さんですこちらですねで一応ここにねちょっと固い言葉難しい言葉で書いてありますけど試験試験の主体ね試験の主体って書いてます。で試験って何なのかというと 私私的な権利ってことでねちょっと左のページをご覧ください左の2ページのね側中のコメントにちょっと抜けてあるんですけど民法のような司法上の権利司、ね、法上の権利これを総称して司権って呼んでますまあ総称というか略してですね頭の司、ね、法上の私とね権利の権略してこれ司権こういう言い方をするんですよ司法上の権利ねだから物件だとか債権これも当然司法上の権利ですから 試験とということになりますでもこれはとりあえずガチガチ覚えるっていうよりもねとりあえずああそうなんだって感じで眺めとけばいいですだからピンクのマーカーでは印つけてません、ね、で一応試験の主体、ね、権利の主体、ね、権利の主体に置き換えるともっと分かりやすいのかな、ね、権利の主体が A さんこっちもそう、ね、権利の主体が B さんでこの土地と建物ねこれについて、ね、A さんが売るよ この矢印は売るよっていうこれ意思表示って言います意思表示でそれに対して B さんがああこれいい物件だね買うよこれもやっぱり意思表示って言います意思表示いいですねでここに上がってますけどこの売るよっていう意思表示と買うよっていう意思表示 この二つの意思表示の合致によって、いわゆる売買契約、ね、売買っていうこの契約が成立いたします。これは一応ここで押さえておいてください。いいですね。この二つの意思表示の合致で足ります。で、意思表示ってもうちょっと専門的にどんなものかっていうと、これも側中に上がってます。側中のコメントですね。これは一応覚えておいてください。 この意思表示の定義ですね。これはちょっと頑張って覚えておいてください。ね、したがってピンクのマーカーでお示しをしました。意思表示とは一定の効果。ね、例として。売買契約の成立です。ね。を。発する。意思の。表示行為。この二つがポイントですね。意思。と表示行為。 これ表示行為ってのはこれ外部にこの意思を表す。ね、そういうこと。もう読んで字のことしです。ね。意思ってのは内心でしょ内心。この内心の意思を外部に表明する。これを表示行為って呼んでます。で、これを意思表示って呼んでます。で、あと後半もありますけどね、学者の本ではね、その意欲通りの効果の生ずるものを言うって形で学者の本に書いてあるけど、まあ、鑑定士の民法ではここまでね、覚えなくても前半だけでいいです。前半だけで OK なんで。一定の効果。 これ気をつけてほしいのは単に内心の意思を外部に表明するだけじゃなくてこの意思がねこの意思が一定の効果に向けられている必要があるんですよで一定の効果って今ここでご覧いただいたようにね契約の成立です契約の成立に向けられている必要があるっていうこといいですねこちらで A が売るよで当然これ売るっていう以上は B さんとこの契約をね成立させる当然この点も A さんは頭にあるわけですね で B さんが買うよ。当然これもね、この A との間でこの契約を成立させる、そういうね、意図が B さんの頭にあるわけですよ。だからこれ、それぞれの意思表示っていうのは、契約の成立に向けた、ね、これに向けたものになりますんで、これ言うのを意思表示っていいます。単に内心の意思を外部に表明するんじゃなくて、ね、一定の効果、ね、ここで言うと、契約の成立に向けられたものである必要がある。 そういうことなんですね。これもとりあえずまあね、一回ここではざっと聞いておけばいいです。またこの後、いろんなところでね、勉強していくと、ね、その、本当の意味がね、その正確な意味が徐々に分かってきますから。でとりあえずここは軽く聞いておいてください。で、あと、主権の客体。ね、これ権利の客体っていうことで、ね、土地とか建物。これはいわゆる物件ですね。物件のね、対象になってきます。物ですから。物。ね、さっき左でご覧いただいた、物に対する権利。所有権だとか。 ね、他のいろいろね物件もありますけどそういうものの対象になるよこういうのを試験の客体って言い方してますここもねあそうなんだって感じで一回頭通しとけば OK でえ何レックのね体型ってこれだけなの違うんですよ下がありますこれをぜひねここね同時に頭入れといてください今上でご覧いただいたただのはね 意思,表示意思表示の合致によって売買契約が成立するよねそういう内容だったで民法は基本的にこの意思表示意思表示によるこの契約関係を原則的に対象にしてますでもそれだけじゃなくてその反対も一応民法は規律してます契約今の上で見た売買契約と契約これ別の言葉で言い換えると意思ですね 意思契約意思に基づく法律関係これが売買契約で逆に契約あるいは意思に基づかない法律関係っていうのもあるんですよ例えばまたこれもね後ろで勉強しますけど不当利得っていう制度だったりあるいは不法行為ね不法行為って言われてもんであったりねこれはそれぞれやっぱ意思に基づきませんもっと言うと意思がいいらないんですよこういう意思表示がいらないだけどね こういう法律関係が発生するんですよ。不当利得だとか、不法行為だとか、そういう制度です。で、この法律関係っていうのはね、ちょっと側中ご覧ください。ここに載っけときました。これ、簡単に言うと、権利義務の関係を法律関係って言います。法律関係ときたら、権利義務の関係っていうふう、ね、一応、これは頭に入れておいてください。ね。この後、法律関係と言葉もよく出てきますから、法律関係ときたら、権利と義務の関係。 これは頭入れといてください。で、この権利と義務っていうのは常に、これはセットです。従って、権利だけがあって義務がないってことはありません。また逆に義務があって権利がないってこともありません。ね。これ表裏一体の関係ですから。ね。権利、義務。ね。これはセットで頭入れといてください。こういうのを法律関係って言います。で、この不当利ととか不法行為っていうのは、こういう契約がなくてもね、この法律関係が発生しますんで。ね。これまたおいおい見てきますんで。 とりあえずここはね、ああ、そうですかって感じで、結構ですよ。ああ、そうなんだって。ね、いきなりガチガチに理解してくださいとは申しませんから。ね。一応これが伝統的なレック体系です。民法の。まず、意思に基づくものと基づかないもの。民法は、対別すると、こういう2つの大きな、ね、これ制度を規定しているよってこと。で、さっきも言いましたけど、ベースはこっちです。意思に基づくね。 そういう法律関係、意思表示を基調とする、ね、こういうね、契約が一応原則です。よしですね。で、一応その辺について、この下にね、いろいろ文章で述べてありますんで、これもまた時間があるとき、ざっと見ていただければ OK です。で、次のページ、今度4ページですね。この辺もそうです。で、一応ちょっとこうね、軽く印だけつけておきましたけども、今ね、レッグ体系でご覧いただいた契約に基づかない法律関係。 ね、あるいは意思に基づかない。法律関係としては不当利得だとか不法行為がありますよって言ったでしょ。他にもね。これ戦友っていう制度、あるいは時効っていう制度あるいは相続ですね。親が亡くなって子供が財産を相続する。この場合、これ契約いらないですね。これは黙ってても黙ってても親が亡くなれば相続っていうのは生じるんですよ。生ずるだから、やっぱりこの相続も契約に基づかない。法律関係の一つって言われてます。 まあこの辺とりあえずねまたおいおい後ろの方でね一個一個詳しく見てきますからとりあえずここでは軽くね目を通しとけば OK ですで次いきますよでこちらねこのあとこの民法の基本原理っていうのをねやりますとりあえずちょっとね先にねここマークだけしちゃってくださいねあと側中ですねここもとりあえずマークだけしてしまってください こ,っちここまでね。ここまでい,いですねでちょっとここで一息入れましょうはいそれではですね第2ユニットに入っていきますで今ですね皆さんにちょっとマークをしていただきましたけどこの4ページのオピーン号の3番「民法の基本原理」ここはしっかりと覚えますいいですね したがってピンクのマーカーカでお示しをしをていますで。民法の基本原理って呼ばれているものね他にもあるんですけど一応鑑定士のね試験対策上っていうことでいくと、まあ、この1番のね所有権絶対の原則これは特にマークしなくていいです一回ざっと目イしておけばいいです答案でもほとんん。ど使いません、ね、一応こんなのがあるよっていうことで,でそれに対して2番の私的自治の原則、ね、これは しっかりとマークして、一応ね、答和にかけるぐらい。ね、これは定義は一応覚えておいてください。で、指摘自治の原則。これはさっきのね、丸三の契約に基づく法律関係で関係するよってことで、要するに意思ですね。意思。意思に基づく法律関係のところで、この指摘自治の原則っていうのがね、これが関係してきます。で、指摘自治の原則とは、個人がね、自由意思。意思。これなんですよ。 意思自由意思に基づいて自律的に法律関係を形成することができるという原則を私的自治とね私的自治と名前も、ね、これご覧になってください「私的」ね自分でこれ治めていく、ね、これ自治ってそういうことでしょう自分で納めていくで自分で、ね、自分のその法律関係、ね、これをこれ治めていく形成していく、ね、そういう意味がありますんで,でこのね私的自治の原則から 次の二つの原則が派生いたします。一つは契約自由の原則。で、もう一つが右のページ行ってください。5ページの一番上。過失責任の原則です。ね。この二つの原則は指摘値の原則から派生します。生まれるんですよ。で、その点をね、この左の、4ページですね。4ページのこの左の側中のコメント欄に載っけてありますんで。ね。 私的の原則から契約自由の原則と貸し責任の原則の二つが派生しますよ。ともに意思、これね。意思が根本ということですよってことで。これは。で、これはしっかりと理解はしておいてください。ね。で。この私的の原則からまず派生する一つ目の原則が。契約自由の原則。で、これもね。別に特段。あの、変わった内容じゃないんですよ。もう読んで字のことしで。 ね、これ契約関係は自由意志で自由に結ぶことができるよってことです個人は自由意志やっぱりこれ意志なんですよに基づいて自由に契約を結ぶことができますよ契約自由の原則ですこれを契約自由の原則って言いますこちらねでちょっと民法のねちょっと条文集ちょっと開けてみてほしいんですよ えと目次の方ですね目次の方ちょっと開けてみてくださいこちらで2ページです2ページちょっと開けてくださいこの第3編の債権とかですねちょっとずーっとちょっと下に降りてってほしいんですけどもこちらねで第2章の契約、ね、の第2節からこの民法が規定している契約がずらずらーっと種類が出てきます でちょっとお聞きしますよまず贈与、ね、これは簡単に言うとただで人に物をあげること、ね、土地をあげるよ建物をあげるよただであげるであと次が売買でこれはもう皆さんご存知の、ね、売買契約売る売る、ね、そういう契約ですであと下にもずっとねこの契約が交換消費対策使用対策賃対策雇用請負い委任帰宅と。 ね、であとこの右のページいっていただいて組合終身定期金和解とこの第14節ですねこの和解まで全部で13種類、ね、この契約が規定されてますこれいわゆる典型契約って言い方する場合があります典型契約民法がこの13種類をあくまでも典型的な契約として、ね、条文中に規定してるそういう意味,意味から典型契約っていうふうな言い方する場合があるんだけどまあ別にこれは無理に覚えなくてもいいです ね、一応13種類民法は契約を規定してるよってことだけども皆さんに聞きますよ聞きますよじゃあこの13種類の契約以外の契約私たちは結べないんですかどう OK ですよもちろん OK 理由はさっき申し上げたこれです契約自由の原則そういうこといいですねこれで覚えましたねねこちらは 自由に契約を結びますだから民法が予定しているあくまでも13種類っていうのはねあくまでも典型的な代表的な契約であってそれ以外の、ね、契約であっても当社間で自由に結ぶことができるこれを契約自由の原則っていいますねこれはこの場合その意思ですね私たちの自由意思これを尊重するってこと尊重して自由に契約を結べるようにしてますこれを契約自由の原則っていいますいいですねであともう一個 さっきも申しました指摘地の原則から派生する原則。もう一つが、過失責任の原則って言います。ちょっとこっちはなんかちょっとね、文字だけ見るとちょっとマイナーな、ちょっとなんか暗いイメージあるでしょう。責任とか、責任、過失責任とか。これどんなものかというと、ちょっとご覧ください。4ページの一番下。個人は自分に恋、または過失、ね。恋っていうのはわざと。で、過失っていうのは誤って。 れれれがななければ責任を負わされないよたとえ他人にねたとえ他人に損害を与えても要するに自分の方に全く何の落ち度もなければ、ね、わざとではないまた過失もない、ね、これ過失っていうのはこれうっかんというと「うっかり」ってことね落ち度ですよ簡単に言うと「落ち度」ね落ち度もない、ね、であれば仮に他人に損害を与えても 責任は負わされないよっていうの、過失責任の原則って言います。これね。で、これね、名前は過失って書いてあります。当然これ故意ですね。故意の場合も含みますよ。これね。これ故意もない、過失もないね。そういう場合は責任を負わないよっていうの、過失責任の原則って言ってますからね。ですからこれ単に過失がないだけじゃなくて、故意がない場合。 恋がないい場合も入っっててきますんでこれだだけけちょっと気をつけてください名前だけ見ると過失だけを対象にしているように読めるけどそうじゃないよってこと要するに自分に何の落じともなければ仮に他人に損害を与えてもね責任は負わされないよでそうやって裏面から私たちの自由な経済活動を保障しているそういうことなんですよ。ね、私たちのいろんな取引 契約をするだとか、いろんな自由な経済活動を表面からサポートしてくれるのが、さっきご覧いただいた。まず、1個目の契約自由の原則ね。自分たちの自由な意思に基づいて、自由な契約が基本的に結ぶことができるね。で、その反面ね。仮に自分がね。他人に何かこう損害を与えても、自分に落ち度がなければ責任は負わされないよ。っていうのがもう1つの過失責任の原則で。 共に私たちの自由な経済活動ね、取引活動って言ってもいいですけど、これを支えてくれてるんですよ。支えてくれてる。だから、これが私的自治の原則です。私たちの自由な経済活動を保障する、そういう原則っていうふうにもこれ言えようかと思います。ね。それを表面から保障してくれるのが契約自由の原則。で、逆に裏面から保障してくれるのが、過失責任の原則ってことで。ね。 で貸し責任の原則ってどんな場面で出るかというとまたこれおいおい勉強してきますけど債務不履行だとかあるいは不法行為って言いますね不法行為これ一応ね民法では違法な行為これねちょっと書いてみましょうかねこれね違法ね簡単に言うと違法な 違法な行為ですこれを民法では全部不法行為って呼んでます違法な行為要するに簡単に,言うと簡単に言うと悪い行為ですよね。これ不正な行為って言ってもいいね。こういう違法な行為を民法では7 9条で全部不法行為って言ってますさっきね皆さんにご覧いただいた広報ですね公の法の一つであるちょっと1ページ見てください刑法ってさっきお話ししましたね刑法まあこれ広報ですけどねでも刑法ってこれ勉強するとね さっきもちょっと申しましたけど、人を殺すと殺人罪。ね。人のものを盗むと窃盗罪。ね。人の名誉を毀損すると名誉毀損罪だとか、いわゆる罪名が出てくるんですよ。罪名出てくる。刑法では。ね。だけど、民法では、全部不法行為って言葉で表現します。だから、当然ね、A が B の、例えば A が B を殺した。ね。これは人間でしょ死人間。でも、殺人罪って出てきません。ね。罪名出てきません。 やっぱり不法行為って言葉で表現します。あるいは A が B のものを盗んだ。ね。これもやっぱり窃盗罪っていう罪名出てきません。ね。刑法と違って罪名出てきません。やっぱりこれも不法行為って言葉で表現します。ね。だから刑法では罪名が出てくるけど、民法では全部こういう違法な行為を不法行為って言います。でね。ちょっと最後にちょっとイメージだけ持ってください。私が車を運転してた。ね。でちゃんと前方ね、これ中止して運転した。そしたら、ね。これ、 B さんが私,私がまあいますけど私例えば A さんとしましょう私が A さんねで私がちゃんと前方をね注視し,しながら車を運転したら B さんが、ね、お酒を飲んで酔っ払ってフラフラと道路に出てきたいきなり出てきたんで私はブレーキを踏んだけど間に合わなくて B さんをちょっと跳ねちゃったで B さんが足をけあの骨折してしまった怪我を負わせてしまったこの場合普通に考えると普通に考えると私にはね 業務上過失致傷罪これ刑法でいくと業務上過失致傷罪ねこういう罪名出てくるけど民法ではやっぱり不法行為です不法行為でもちょっと突っ込んでねお話ししますと今私に何か落ち度ありましたまず引いてやろうっていう行為はないあとちゃんと前方中止してねちゃんと法定速度守って走ってた悪いのは B さんでしょこの場合私に落ち度もないいわゆる過失もないであれば またこれ不法行為の時に勉強いたしますけども私には不法行為は成立しないということになります。ね、これが過失責任の原則なんですよ落ち度がなかったら、ね、たとえ他人に損害を与えても責任は負わなくていいよ、ね、まさに私の、ね、この経済活動を裏面からサポートしてくれます。これを「過失責任の原則」って言います。 ちょっと軽く頭に入れといてください。これ債務不履行。これいわゆる簡単に言うとね、契約違反です。契約違反。これを債務不履行って呼んでます。で、ね、不法行為。これね、違法な行為。全部総称して不法行為って呼んでます。ね。こういうところで出てきます。出てきます。解出責任の原則。またおいおい勉強してきますから。いかがでしょう。ちょっと面白いと感じていただけると嬉しいんですけどね。 ね、これ今スタジオ入って、ね、私ずっとカメラに向かってね一応皆さんに呼びかけるように喋ってるつもりなんですけどなかなか皆さんの反応をすぐにねこう聞けないのが残念ですね。これ生講義ですとねすぐ皆さんの反応ね顔色で分かるんですよ。あちょっとここ分かってないなとかあれちょっとこの辺首かしげてるなとか、ね、それは分かるんですけどなかなかこうね収録講義だとね皆さんのお顔が見えませんのでなかなか反応が分からないんですけど。でちょっとねあと最後、えー、と左の4ページですねこちら、ね。さっきも申しましまたようにとににとかく共に 意思がこここれれね根本だよよちらはでこれ最後整理しますよ契約自由の原則は意思に基づいて自由に契約が結べるで過失責任の原則は自分に意思がない意思がなかったらたとえ他人に損害を与えても責任を負わされないよっていうことでだから共に契約自由の原則もそして過失責任の原則も意思なんですよ。 意思これを基調としてるよということで意思に基づかない限り責任を負わないよこれが解析責任の原則ですから共に意思が根本だよということで、ね、一応ここはしっかりと理解して、ね、押さえておいてくださいですねこれ問案に書く場合ありますからね契約自由の原則そして価値責任の原則、ね、中身はちゃんと理解しておいてくださいねで,次ですねであと今度5ページのオピパン校の4番ですね 試験の講師に関する一般原則っていうことで、でまたちょっと硬い表現でね、これタイトル上がってますけど、一般条項って言います。一般条項。ね、この名前はちょっと側中にもマークしておきましたけど、ちょっと覚えておいてください。一般条項、一般条項。ね、こちらは。で、一応この一般条項って言われているもの、一応2種類あります。2種類ある。一、ね、つがこの一番の 審議則ってて呼ばれてるものですこれ正式名称がね、審議誠実の原則って言います。略して、まあ一般に審議則、審議則って言ってます。で、もう一つ、この一般条項のもう一つがこのすぐ下。この2番。権利の乱用の禁止。権利乱用の禁止。でこれも一般条項の一つって言われてます。で、これね、条文があるんですよ。まず、審議則については民法の一条の二項です。 でもう一つの「権利の乱用」については同じく、ね、一条なんだけどこれ3項ですこれが権利乱用の禁止になっているでともに、ね、非常になんかこう抽象的でなんかこう宣言的なそんな規定になってませんこれあんまり内容がはっきりしないでしょ、ね、非常に抽象的でちょっと審議則見ますよ「権利の行使義務の履行」は審議に従い 誠実に行わなななければならないよってことでここね権利義務二つともにこれね真偽に従ってこれそうでしょ民法が法律が誠実なんて言葉をね条文中規定してるんですよ誠実ってこれ非常になんか道徳的な概念でしょ誠実誠実 これを、ね、法律が規定している。ね、この一条二項、これを審議則の規定って言います。で、権利の行使、義務の履行。これ反対概念ですね。で、履行ってまた後でね、やりますけど、これ、義務を果たすこと。義務を果たすこと。これを義務の履行って言います。義務の履行。こちらは。いいですね。こちら。で、権利は行使って言います。権利の行使。これはわかるでしょ。権利の行使。 で、義務の履行義務は果たす。ね。これ、履行っで果たすってこと。で、共に、ね。権利を主張する場合も、そして自分が義務をね、これ、果たす場合も、共に、これ、誠実にやんなきゃいけないよって。これ、なんか、どっかの道徳の、なんか、本に上がってそうな気ですね。これを民法が規定してます。これ、審議則って言います。審議則。ね。で、あともう一個。権利乱用の禁止ってこと。これもなんか、非常に抽象的で宣言的でしょ。権利の乱用は、これを許さないよって。 なんかあたかもなんか行政法規のねあの土地基本法を勉強してる感じですね。なんか短期的取引はやっちゃいけないよ。やったでしょ勉強でね。あそこと同じような感じの規制ですね。こういうのを一般条項って呼んでます。非常に抽象的で宣言的でね。で特にこのね試験対策上この審議則の方をちょっと気をつけてほしいんですよ。これよくねこの後あのいろんな論点をねあの処理していくときにこの審議則っていうのを使いますから1条2項ねこの条文番号もちょっと頑張って。 これは覚えちゃってくださいね。最終、最終的にですよ。今すぐじゃなくて。最終的にはもうこの一条二項が新規則だ。で、これは分かるぐらいには、これか、この後ね、おいおいしてってくださいね。で、これは、ある意味私たちのね、生活の、これ当然の前提ですよね。誠実じゃなきゃいけない。権利をね、行使するのも義務を果たすのも誠実じゃなきゃいけない。これある意味当たり前ですよ。当たり前。ね。だけど、これね、 一般条項って呼ばれてて、こういうのをね、民法が規定している。で、他の。いろんなね、この後、いわゆる論点って言われたものが出てくるんですよ。まあ、問題点と言ってもいい。ね、学者が A. 説を主張し、またある学者が B. 説を主張し。そういうね、学者が一生懸命、こう、ね、議論する。そういうのを論点と呼んでますけど、そういう論点ね、を処理する時。ね、いろんな考え方で処理するんだけども、どうしてもいい考え方が思い浮かばないときにね。 この審議則を使って処理する場合が、この後結構出てきますんで。これ最終的なね、いわば最後の取り出なんですよ。さっきも言いましたよ、ね、これはある意味私たちの社会生活において当然のルールでしょう。ね。だけど、これ気をつけなきゃいけないのはね、これを乱用しちゃいけないんですよ。乱用してはいけない。ね。これどういうことかというとね、できればある論点を処理する。ね。この難しい論点があって、どういうふうに考えるべきか。 学者がいろんな意見を主張するわけですよ。見解を主張する。で、その時にいろんなね、条文だとか、いろんな理論構成で処理していくのが一番望ましいんですけど、どうしても処理できない時だけ最後の取り出として、この審議則を使って処理する。これが一番望ましいって言われてます。これ乱用するとね、これ非常によろしくない、ね、そういう事態が生まれるんですよ。どんなよろしくない事態が生じるかというと、これ裁判官によってね、 裁判官にによってこの結論が審議則かかなうからだと、ね、要するに裁判官によってある裁判官はね原告を勝たせるのが審議則にかなうって言うまたある裁判官は同じ事案なのに被告を勝たせるのが審議則にかなうねというふうに言うそういう事態が生じかれない要するにこの一般条項って乱用の危険があるんですよで裁判の先が読みにくい これが一定のね民法の規定する条文であればどの人が見てもね例えば同じ事案であればねこれ裁判になっても勝てるよねとかあるいは負けるよねとかある程度ね同じ事案であれば先が読めるこれが大事なんですよ私たちのこのいわゆる社会生活の安定でこれいわゆる法的安定性って言い方する場合があるんだけどこれを守るためにも同じね事案であればこれ裁判に持ち込んでも勝てるよねあるいは負けるよね これがある程度事前に予見でできることが望ましいんですよそうじゃなかったらね実際もう出たとこ勝負でやってみないと分かんないよって言うんあれば怖くて裁判なんか起こせないでしょ、ね、だけどこの審議則を乱用すると同じ事案なのに裁判官によってはさっき言ったように原告勝利が原告勝訴が審議則にかなうって言ったりあるいは被告勝訴が審議則にかなうって言ったりそういうね 同じ事案なのに裁判官によって、まちまちの結果をね、これ、生じさせる。そういう危険があるんですよ。ある。だって事案、先が読めないじゃないですか。審議則って非常に抽象的でしょね。これ、果たしてどっちの結論が審議則に叶うのかなこの審議則にマッチするのかな非常に抽象的で、裁判の育成が予見できないじゃないですか。だからこれを乱用してしまうと。 ね、事前にもし裁判を起こそうかなと思ったときに裁判の先が読めなければ結局足踏みする危険もある引いて私たちの社会生活の安定にもこれ影響を及ぼしてくるんですねだからこの一般条項結論言いますよこれをシクロボで言ってね一般条項についてはできるだけ、ね、これは断用を控えるということ、ね、である論点解決する時も先ほど来申し上げてますけどできるだけ他の処理で処理する。 でどううしても他の処理がうまくいいかないそういう最後の砦として使うのが望ましいってこと、ね、またこれいろんな論点の時にこの審議則って使いますからその時にまたねああそういうことかと、ね、こういう本当ご限られた時だけこの審議則の1条2項を使うんだなと、ね、そういうのはまたそれぞれの論点でまたねちょっと確認をしていってください、ね。ともかくこの一般条項乱用しちゃ駄目だよ裁判の先が読めませんからこんな抽象的な規定だけで。 ね、これを乱用したらダメだよってそういうことなんですねあと権利の乱用についてはこれあんまり試験では使いませんのでこれも一般条項ですけどね権利の乱用果たして何が権利の乱用かってこれよ分かんないでしょとにかくこの一般条項の規定って抽象的に過ぎるんですよだから裁判の先が読めないねだからこういう一般条項は乱用しないとまさにこの権利の乱用みたいなものですね乱用しちゃダメだよってそういうことですねであと次のページをちょっと開けてください これはいわゆる権利の乱用のね、これ昔のね、古い判例の事案なんですよ。こういうのがありました。これまさに権利の乱用に当たるっていうふうにされたんですね。これはね、あの時間がある時で結構です。時間がある時にざーっとね、名答していただければ OK でね、別に読み飛ばしちゃってもいいです。で、次。今度。これをね、しっかり押さえておきますよ。6ページです。6ページの帯番号5番。民法の解釈方法。解釈方法っていうことで。 一応ね3種類、ね、ここに挙げてあります直接適用反対解釈類推適用、ね、これ民法の解釈方法いろんな種類あるんですよ実は他にもねあのいろんな種類があるんだけど一応鑑定士の民法であってはねこの3つの解釈方法が分かれば OK だよっていうことで、ね、一応こ、ね、これをこの後右の右ページで見ていきます一応名前を覚えておいてくださいしたがってちょっとこれ、ね、名前だけちょっとマークをしといてください。 7ページですね。7ページのところにね、名前マークしましたから。直接適用、反対解釈、類推適用。ね。でね、ちょっとまた左戻りますよ。で、一番下ご覧ください。この6ページの一番下。例えば、ある職場にね、ある職場に次のようなルールがあったとします。ね。で、このルールは、その職場においては一種の法律みたいなもんでしょ。そんなイメージで見てください。あ、これは職場のルールだけど、まあ、一種の法律みたいなもんだな。 っていきますよある職場に犬を連れてきてはいけないそういうまあルールがあったねそういう、ま、一種の法律みたいなものがあったねでそうするとこのまず直接的をねこれは犬を連れてきたらルール違反というふうに考えますね。まさにこのねルールをそのまんまね素直に事案に当てはめるこれを 直接適用って言います。名前の通りです。名前の通り。だから犬を連れてきたらルール違反だよ。法律違反だよ。これを直接適用って言います。そのまんま適用します。で、その反対が次の丸二の反対解釈です。反対解釈。猫。猫。猫は犬と違うから、猫を連れてくることはルール違反じゃないよね。ね。これ見てもらうと、このルール、一種の法律、これは犬を禁止している。 だったら猫はいいでしょ猫は犬じゃないもん。それを反対解釈って言います。ちょっとヘリクツっぽいけど、でもこれもね、あの大事な解釈方法の一つなんですよ。ね。この条文のね、言葉に素直に考える。ただ、猫は犬じゃないよね。とっとらいいんじゃないのこれです。これを反対解釈って言います。これも全然難しくはないでしょ問題が次なんですよ。累積適用って言います。これはね、一応覚えておいてください。 ね、この後あと拒否表示っていうところで94条2項の類推適用だとかねいろんなところでこれ論点でね論点を処理するときに類推適用って言葉使いますから類推類推ってねでこれどんなものかっていうとねこれ非常に面白いんですよいきますよその職場のルールの趣旨目的、ね、この犬を連れてきちゃダメだよこのルールの趣旨目的を考えるんですよ考える。で もしこのね、職場のルールの趣旨目的が、落ち着いた職場環境の確保にあるとしたらどうですかであれば、犬を連れてくるのは当然ダメ。だけど犬だけじゃなくて、やっぱり猫を連れてきてもダメだよね。だから落ち着いて仕事できません。うち猫、あのね、何匹も飼ってるんでわかるんですよ。もう絶対ね、あの、素直に従いませんから。ね。いいですよね。だから、このね、ルーシー適用っていうのはまず、 そのルールの趣旨目的に遡ってその趣旨から考えるんですよ、ね、落ち着いた職場環境の確保であれば犬だけじゃなくてやっぱ猫もダメだよねこれを類類推推適適用用言います類推適用でもこれは説得力あるでしょう説得力ある上の少なくとも反対解釈よりはね反対解釈もやっぱり一つの解釈方法ってことで一つの考え方であるんだけど、ね、どっちが説得力あるかというんであれば ここは類推適用の方が説得力がありますね。で、犬、猫を連れてくることはルール違反と考えると。で、この類推適用は上記丸一直接適用によるならば、ルールを適用することはできないが、ね、犬と猫とこれ違いますから。違うでしょだけど、そのルールの趣旨に遡って、そのルールの射程範囲を考えるんですよ。ね。で、その射程範囲に含まれる類似事故については、そのルールが適用されるってことですね。だからこれ、 ルール見てみると犬になってるから。だからこれをね、猫のケースに直接適用することはできません。ね。だって違うもん、明らかに。これ、猫は犬と違う。ね。だけど、類推適用。ね。これは、そのルールの処置に遡って、射程範囲を考えて、ね。落ち着いた職務環境の確保ということにあるんであれば、猫について、ね。これ適用しても全然問題ないよね。こういう場合を類推適用って言います。 類推移適用、ね、またおいおいやってきますからとりあえずここから軽くねあのあこれ猫、ね、の場合にも当てはまるんだな、ね、これだけは分かればいいですまたそれぞれのね論点の箇所でこの類推移適応っていうのは見ていきますからいかがでしょう <laughs> 一応ね随分しゃべってきましたけども一応ここまでがねこのテキストの、まあ、一番最初の民法の考え方っていうところになりますねねい、まあ、いろいろしゃべってきましたけどこれ、ねまあ、大学の、ね、法学の法部に入ると一番最初ね。 あの教養課程のところでね、あの邦楽とかね、やるんですよ。法学概論とか、そういうところでやるような内容ですね。今回ここで取り上げたのが、ね。一番法律を勉強するときの一番最初にある入門的な内容なんですよ。で、ここでね、あの、いや、なんか難しいなと、ね、思わず。ね、もうちょっとこうね、あ、面白そうだなというふうに思ってもらえると、ね、本当に。この先もね、どん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 民法をね、あの、理解して、ね、あの、自分のものにしていくことができますんで。 ここねあの決して難しいと思わずにとりあえず1回はねざっとあこんなもんかって形で、ね、あの目通しておけば OK なんで、ね、あまり深掘りしなくていいですあまり深掘りしなくていいんで、ね、こんなもんかってそれだけでいいですからねでこの後ですねちょっと休憩を挟んでいよいよですね具体的な中身に入ってきますもっと当然ね今ね方角概論的なものよりもっと踏み込んだ専門的な内容になってきますんでぜひまたしっかりとね講義を聞いていってくださいねじゃあ10分間休憩を挟みます はいそれでは後半の第3ユニットに参りましょうで続きましてテキストですねこちら9ページ開けてくださいこちらねこちらの内容に入っていきましょうでどんどんね専門的な中身になっていきますここではこの意思表示っていうのをねしっかりと見ていきたいと思いますんで、ね、で次のページ開けてください 結構ピンクピンクになってます。ちょっとね印はつけちゃってください。この辺ね、ね新しい言葉が出てきます。一応頑張ってね覚えていってほしいですね。あと下はこんな感じですね。こんな形で。あと速中ですね。ここコメントをもうちょっとお聞きしましょうかね。法律行為、単独行為、契約とかね。この辺もぜひ、ね、頭に入れておくと、この後の理解がスムーズにいきますね。 あと右のページこれもちょっと先取りしてねこの辺このページは結構ねいろんな新しい言葉出てきますんでこの辺もちょっと印はつけておいてくださいねあと側中のコメントこれちょっと大きくしますねここまでああ、ここまでですね失礼しましたここまでねこんな形で。 ちょっと印はつけといてください。いろいろな新しい言葉が出てきてますんで。じゃあでですね、ちょっと左の10ページですね。左の10ページから順に見ていきましょう。ょまずタイトルですね。帯番号1番、契約の成立っていうところなんですけども、そもそも契約って何なのかってことですね。契約って何一言で言うなら約束ですよ。ここに上がってますけど。約束。ね。 契約の役は約束の役。ね。契約約束。ね。でもうちょっと専門的に言うと、当事者、ね、が合意すること。合意すること。ね。これを契約って呼んでいます。ね。で、当事者って聞くと、これね、一人じゃないですよ。通常二人です。ね。売り主と買い主みたいな、下で出てきますけど、A とか B みたいな。ね。売り主、買い主。ね。こういう、当事者って通常二人を指しますから。いいですね。 これもちょっと頭入れておいてくださいね。これです。で、ちょっと写続けますよ。例えば、A が自分の所有する、えー、高土地を売ります。これさっきやりましたね。意思表示って言いました。で、これに対して B も、おじゃ高土地買いますよ。これもさっきやりましたね。やっぱり意思表示です。ね。で、この2つの意思表示が合致をすれば、契約が成立します。これが原則です。原則。ね。で、 これ実際実務ではね、この2つの意思表示の合致だけじゃなくて、契約書を作り、ね、あと不動産であれば、ね、これ引き渡したり、あるいは登記の移転とかやりますけど、これらは、ね、あくまでも法律的に行くと契約の、ね、要件じゃないんですよ。別にこれらはやんなくても、契約自体は有効に成立いたしますので、ね、ぜひしっかりと立て分けといてください。 あくまでも契約が成立するためには2つの意思表示の合致で足ります。合致で足りる。これ原則です。原則。もちろん例外があります。ね、例外ありますけども原則は2つの意思表示の合致で足りるよということで。これをしっかりと頭に入れといてください。従って契約書の作成だとか。これはあくまでも証拠でしょ。これ証拠目的でね、これ作るだけですから。あくまでも契約の成立とは別ですから。 あと、目的物と引き出し、登記の一点、これも契約の成立とは別ですから、ね。で、これを図で改めて見ていきます。ここいろいろ書き込みますからね。この後いろいろここ書き込みますからね。ちょっとしっかり見ていってくださいね。で、今、上でご覧いただいたようにね。この、公土地。公土地ですね。これ。これ A が所有してます。A の持ち物。で、これを A が B に売りますよって言います。これね。 これリボンじゃないですからね。これ矢印です。左から右のこのね、矢印。これ意思表示です。意思表示。売りますよっていう意思表示。いいですね。こちら。で、それに対して B が A に対して買いますよっていう意思表示。ね。これがこの矢印です。これね、矢印。で、二つの矢印。二つの意思表示の合致によって売買契約は 成立すするんででよいいです、ね、したがってさっき上で見ましたこれね何回も申しますけど契約書の作成だとか目的物の引き渡し登記の移転これは関係ありませんよ売買契約の成立とは関係ありませんよこれはしっかりと頭に入れといてくださいいいですねしたがって売るよ買うよたったこの2つの意思表示の合致だけでいいんですよいいですね面と向かって言う場合もあるでしょうしね あとまあネットでねやる場合もあるでしょうしねいろいろありますけどとにかく2つの意思表示の合致で足りますからねで次なんですよ次こっからまた新しい内容をやりますからねでこの2つの意思表示の合致によって売買契約が成立するよって今やったで問題は成立するとその後どうなるのってことどうなるのってことでこれはいいですか売り主 A からすれば 公土地を B に売ったんだから、当然代金払ってねって請求するじゃないですか。で逆に、買い主 B にしてみれば、公土地買ったんだから。ね。だから A に対して目的物である公土地を、じゃあ引き渡してよ。請求するじゃないですか。これですよ。これ。で、これって、普段私たちが何気なく考えてる内容ですよね。一応、 この本件はこの高土地っていう不動産ではあるけども別にこれは不動産に限らず普通の,そのスーパー近所のスーパーだとか本屋さんでも同じでしょこれねこれ通常例えばコンビニだとまあ買い主 B がね商品を店頭から手に取ってレジに持ってってポンと置くねでそれに対してレジの店員さんがシャンシャンシャンとねあのレジを売っていくらですよっていうこれがまさに売りますよね買いますよの一生値に対する売りますよですよ。 ね、商品を手に取ってレジまで持っていくでテーブルの上にポンと置くのが買えますよっていう意思表示それに対してで店員さんがねあのバーコードをスキャンしてシャンシャンシャンとやって「いくらですよ、ね」これが売りますよっていう意思表示ですよそしたらその後どうします当然店員さんはいくらですよって言いますよまあ支払ってってここまで露骨には言いませんけどねいくらですよっていうこれがまさにお金払ってよっていうことですよでそれに対して ね、まあ通常コンビニだとね飼い主は黙ってそのビニール袋で店員さんが商品入れ,入れてくれたビニールを持ってで、まあ、持って帰るとねそういうことですよ。だから実はこれね普段私たちが気ななじくやってていることを分析的に表現してるんですよまたこれが法律なんですよ。 法律っていうのは私たちの日常生活何気なく行っている日常生活の一挙手一投足をこうやって分析的にね説明するんですよ。これが法律なんですよ。面白いでしょ、ね、でちょっと話戻しますよ。でさっき上で見たようにこの売買契約自体は2つの意思表示の合致で足りるんだった。でこれが成立するとね今度ご覧のように売り主であればお金払ってね買い主であれば 目的物引き渡しねこうやってそれぞれね権利として請求主張できるわけですよでちょっとこう言葉書き込みます。ここは再建ってて書いいください、ね、で右側はその反対概念で。 まあ債権これ二十までしましょうかね。ですね。で右がね。これ一十まででいいです。債務って書いてください。ね。で今度下ね。こっちもやっぱり。債権って書いてください。こっち権利は一応二十万しておきましょうね。ですね。でこちら。A. の下はやっぱり。こちらは債務って書き込んでください。 これ一重丸で、OK、です。これです。これです、すでさっき前半の講義の時にね、債権ってやりましたね。債権って。ね。ちょっと戻りますよ。2ページです。2ページ。債権って何でした物件が物に対する権利だった。それに対して債権っていうのは人に対する権利です。ね。見てください。A が B という人に対してお金払ってねっていう権利。だから債権です、これ。A は債権を取得します。逆に、債権の、もう一度大きくしますよ。債権の反対概念が債務です。債務の無を見てください。これ義務の無でしょ。債権の権は権利の権。その反対概念が債務で。債務の無は義務の無。ね。だから、債権というのは簡単に言うと権利です。 A が B という人に対して取得する権利。で、債務はね、B が A という人に対して負う義務です。これを債権債務って言います。これちょっとここで覚えちゃってください。債権債務。債権債務。で、売り主 A は当然お金を払ってねっていうこの債権を債務者である B に対して取得する。逆に債務者 B はね、売り主 A に対して代金を支払うっていう債務を負担するっていうこと。で、その一方で、今度逆に 買い主 B は、だったら目的物の高土地引き渡したよ。この債権を、ね、売り主 A に対して取得する。逆に売り主 A は、この目的物である高土地を B に、買い主 B に引き渡すという債務を負担するってこと。これなんですよ。面白いでしょだから、売買契約がね、二つの意思表示だけで成立すると、ね、成立すると、AB 間に、 ご覧のような権利義務権利義務が発生するっていうこと。で、これもね、普段私たちが何気なく意識しないで、本当にね、普通に。ね、買い物やってる時のやり取りですよね。これをこうやって法律は一個一個分析的に説明するんですよ。債権債務債権債務。面白いでしょ。で、さらにもう一個付け加えますよ。 でこの「紅土地」の下にねこれねここは「所有権」ってちょっと書き込んでくださいこれはねどうしようかなこれひし形にしよう所有権ねこちらでまたこれおいおい詳しくやりますけどこれは物件です物件ねっ土地というものに対する 権利だから物件これもさっき2ページでやりましたね。こちら。物件、物に対する権利。これの代表例が、代表格が所有権です。所有権。これ物件。ね。高度という物件に対する、ね、代表的な所有権という権利。で、これはどうなりますこれ皆さん聞きますよ。 売買契約が AB 間の意思表示の合致によって有効に成立すると、ご覧のような債権債務が発生するっていうのは今やった。ね。それと同時に、この高土地に対する所有権っていう物件。これは今まで A が持ってた。ね、言い換えると、A の持ち主、ね、A が持ち主だったんですよ。また A の持ち物だった、高土地は。でも、A が B に売ったことによって、この所有権は、 当然 B に移転します所有権とちょっとこれひし形にやっぱねちょっとして分かるようにねこんな形でこれです。で晴れてこの高土地はねこの売買契約成立の結果、ね、晴れて B の持ち物になったとこれも普段私たちが、ね、何気なくやってることでしょう。 意識してることですよ。何気なく、まあ、意識してないってほとんどまあ意識しないですよね。一応まあね、あのコンビニでもね、お金を払って商品を買えばね、あとはもう家帰って食べようがどうしようがね、B さんの家庭もう要するに B さんの持ち物ですから。これをやっぱり法律法律っていうのは分析的にこうやって説明するんですよ。この高土地っていうねものに対する物件の一種類である所有権が A B 間の売買契約によって A から B に移転したと。これです。 ね、これで晴れておしまいとねまだ一応このあとねまあ冬季の移転だとかいろいろねこのあとまたお祝い出てきますけどとりあえずね売買計画が成立するとねどんなこういうね権利変動ね権利が発生したり権利が移転したりするのかな、ね、これをぜひね頭に入れといてくださいでこのあとねまたいろんなところでこの図はまた皆さんに参照していただきますから非常に大事な図なんですよななんか非常に <laughs> なんか、ね、なんか簡易な ね、なんかちょっとねなんか非常になんか安易な図に見えるかもしれませんけど大事なねこれ内容を示してますんでこちらでねよいしょちょっとちっくしますよ今度右のページちょっと見てほしいんですよ右のページこれ右の11ページ555条です555条これはいわゆる売買契約の一番最初の条文ね売買のところの一番トップに来る条文なんですよ 他にも売買の規定っていっぱいあるんだけど、その中でもトップに来る条文。で、これいきますよ。皆さん一緒に読んでくださいね。売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを訳し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを訳することによって、その効力を生ずるよってことで。ね。これまた詳しくは売買の時やりますけど、とりあえずここでね、一回ざっとね、 目だけ通しておきますで当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを訳しねで相手方はこれに対してお金払うよこれを訳するこれ契約ですよ契約ですよこれ二つの意思表示ねこれが合致をしてまさにこの図を示してます。訳し、ね A が 売りますよ、ね、この財産権公土地という、ね、ものに対する財産権である所有権所有権を、ね、あなたにお譲りしますよ、ね、それに対して飼い主 B がじゃあ私はそれに対して代金支払いますよそれぞれがこうやってね意思表示をして、ね、これ約束をしてる約束をしてるまさにそれを指してますこれ条文も、ね、だからこれ当事者ってこれどっち指してます 売主主ですか買い主ですすかかいちなみにこの図でいくとこれちょっと書いていきましょうかねこれもね A さんが売り主ねで B さんがその反対だからこれ買い主って言いますね売買家は必ず売り主と買い主に分かれますからこの名前もねちょっと覚えちゃってくださいね売り主買い主で改めてちょっとこの条文を見てくださいこれ 当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを訳しってことですからこの当事者の一方っていうのはどっちを指してます売り主買い主どっち売り主ですね。売り主。ね。売り主がある財産権。ね。高土地の所有権っていう物件を相手方。これ買い主です。ね。買い主に移転することをね。訳し。で相手方。これ当然買い主です。買い主がこれに対して代金を支払うことをやっぱり約束する。 お互いにこれ意思表示を合致させて約束をすることによって効力生ずるよこの効力生ずるってどういうことこれもやりましたねご覧のように債権債務が発生すると同時に所有権が移転するよね移転するよねこれですよでこれをもってこちらをご覧ください法律要件と法律効果っていう形でねこれを説明いたします でこれちょっと見て欲しいんでですすけどここれれ条条文です条文これ今上でご覧いただいたのは555条っていう売買契約の条文なんだけどこれ他のね民法の条文もまた民法以外の全ての法律の条文がやっぱり法律要件って言われてるものと法律効果って言われてるものにこうやって分解できるんですよ。これ1箇条ずつです。1箇条ずつ一つ一つの条文ごとに条文って全てね全て 法律要件と法律効果に分解できるって言われてるんですよ。で法律要件っていうのはねちょっとこちらをご覧ください。これ必要条件の略です。必要条件の略。これを法律要件って言います。で逆に法律効果っていうのはいわばまあ簡単に言うと結果結果、ね、っていう意味です。だからこの必要条件を満たすと結果が発生する。これは すべての法律のすべての一個一個の条文で必ずこの法律要件と法律効果に分解できるというふうに説明されるんですよ。で、これ上で行きますよ。上で行くとどうこれ売り主と買い主。これがね、これそれぞれ財産権移転するよ。あ、じゃあ自分はお金払うよ。こうやって約束をする。これが法律要件ですよ。法律要件。 すると、さっき見たように売買契約が成立する。ここまでが法律要件です。だからこの図で行くと、成立するとまでが、ここまでが法律要件です。ここまで。いいですね。ここから上ね。ここまでが法律要件。で、ここから下が法律効果です。ね。債権債務が発生する。 所有権権いう権利が移転するこれですよ。これですよ。ね。だから、これ、全ての法律の一個一個の条文が、実は、法律要件と法律効果に分解できるよっていうのは、まさにこれを指してるんですよ。これで、ぜひね、これから勉強していく、ね、これから、本当民法についてもね、いろんな条文、皆さん勉強していかれるわけですけど、一個一個の条文が、法律要件と法律効果に分解できるね。 この上でいけばね何回も言いますけどこの2つの維持表示の合致によって売買契約が成立するよねここまでが法律条件で成立した後とはね債権債務が発生するあと所有権が移転するそういう法律効果が発生しますでこれは自動的なんですよ自動的に法律条件っていうねこの必要条件を満たすと自動的に法律効果が発生しますんでいいですね で法律の全ての条文がこういう構造になっているよっていうのは頭に入れといてください。で今後ね一番下見てください。これ勉強の順序としてまず法律要件を見ます。各条文ごとに法律要件を見てね。でさらに後に法律効果、ね、これを見るって形で勉強してきますから、ね。だから条文ごとにね条文ごとにこれは法律要件かなそれとも法律効果の方かなこれをぜひ意識していってください。 これが勉強しててていく上で非常ににに大大事事ななななポイントになっっききまますす視点条条文文、ね、一個一個の条文これから勉強していきますけど法律要件の方かなそれとも法律効果かな、ね、これを意識してくださいでこれからはこのよ法律要件のことをね、まあ、端的に要件って言ってきます、ね、逆に法律効果のことをね端的に効果って呼んできますから今後は要件効果要件効果って形でねこのテキストで出てきますから これをぜひね頭に入れておいてくださいで,ですねこれ面白いでしょ条文って必ずね法律要件と法律交換に分解できるんですよすべての条文です全ての条文ねこれでだから勉強するときどっちかなどっちかな必ず意識してくださいいかがでしょう面白いでしょこうやって見てみるとね。でちょっともう一回左に戻ってで今度下行きますよで今お話をしたねこの法律要件あるいは法律交換についてここで一応ね あの説明ししててありますすけど、まあ、これは別にに無理に覚えな暗記しなくもいいんですよ一応今、ね、お話したように、ね、これは必要条件の略でこれを満たすと自動的に法律効果が発生するんだな、ね、この法律効果っていうのはこういう権利変動、ね、この権利の発生変更を消滅これをもって権利変動って言い方をする場合がありますんでまあこの辺はちょっと馴染んでいけばいいですあまり今からガチガチに覚える必要はないです。 一応各条文ごとに法律要件と法律効果に分解できるんだなこれだけちょっと軽く頭に入れといてくださいであと法律行為っていうのが出てきます法律行為これもこの後いろんなところで出てくる大事な、ね、概念なんでこれは一応この定義は覚えておいてください意思表示を主要な要素とするやっぱり法律要件です法律要件意思表示を主要な要素とする ね、他にも要素とする場合があるんで、ね、一応ここで主要な要な素ってふうに言っててに言ます、ね、これを法律行為って呼んでますんで、ね、でこの法律行為についてはご覧くださいこちらねよいしょちょっとこちらねテキスト折っちゃってよいしょこの側中でしっかりとねこの種類は頭入れときますこれは覚えます覚えますで側中のコメント10ページですよ法律行為には対別して次の2種類がありますよということで1つが 単独行為2つ目がねこれ先ほど出てくる売買契約とかの契約2つあります2つあるでねこれ民法の専門書を見ると実はもう1個あるんですよ合同行為っていうのがあるんだけどでも鑑定士の民法ではほとんど問われないんでだからこれ2つだけにしてますんでねだから一応この2つだけしっかり押さえとけば OK ですで単独行為と契約これ何によって分かれるのか何によって分類されるのかというと単独行為っていうのはね この意思表示でで成立すするんですよ例えば、取り消すとか、解除するとか、あるいは相殺するとか。これ皆さんの中で宅研をやりになった方はね、これ勉強したことあるでしょうああいうの全部単独行為って言います。一応法律行為の一種類なんですよ。意思表示が一個だけ、一個だけ。ね。で、それに対して、もう一つの契約っていうのは二個の対立した意思表示の合致で成立するものを言うんですよ。これもやっぱり法律行為の一種類ですから。これ もう例としてはもう売買とか贈与とかさっきやりましたねただであげんの贈与って言いますあと賃貸借賃貸借これも契約です契約ねだから1個の意思表示かそれとも2個の対立した意思表示の合致かってことでねこれ共にやっぱり意思表示が要素になってきますからねだからさっきの法律行為っていうのは意思表示を主要な要素とするよそういうことなんですよねこれ中にはね目的物を引き渡したりだとかそういうのを要素にする契約も入ってきます ででもやっぱりポイントは意思です意思表示です意思表表示示。す、ね。だから法律行為の定義とした意思表示を主要な要素とするというふうに定義づけてますんで、ね、一応これはちょっと軽く頭入れといてくださいね。意思表示を主要な要素とする、ね、法律要件これは法律行為っていうよ。で法律行為には2種類あるよ。単独行為と契約だよ、ね。こちら。とにかく共に意思表示が主要な要素ですから意思表示がなきゃダメですよ。これは法律行為ですから。 これは頭に入れておいてください。で、あとね、右のページについてはさっきね、いろいろお話をいたしました。ですね。555条。まあ、これはまたね、おいおい、バイバイキャンとかでまたしっかり見てきますんでね。ねあと、この法律要件と法律効果。これは皆さんね、しっかりとこれね、各条文がこうやって2つに分解できるんだ。これは頭に入れておいてくださいね。で、あとね、12ページちょっと開けてください。12ページ。 こちら帯番号2の1で契約の当事者って上がってますけどこのページは飛ばしちゃっていいですで基本ねちょっとこちらをご覧ください側中のコメント欄ちょっとねご覧いただきたいんですけど基本飛ばしてしまって構わないページについてはねこの側中のコメントで「深入りしなくていいです」という,うに書いてますからねこういうところはねまた講義の中でも逐一触れてきますけど基本的に飛ばしていいですしたがって読まなくていいですからねこういうところさっき申しましたようにこのテキストはかなり詳しいんですよ でも、鑑定士の民法で出るとこ、かなりに限られてますんで、ね、ここは飛ばしちゃっていいです。従って、この12ページ、下もずっとね、飛ばしちゃっていいです。あと、右のページも飛ばしちゃっていいです。ね。これ、皆さんの中で <laughs>、これ、宅見をやりになった方はね、まだご記憶にあろうかと思います。ね。未成年者とか、こんなね、成年非後継人とか、非補佐人とか、非補助人とかね、これ、宅見でやるんですよね。やります。ね。でも、飛ばしていいです、これ。鑑定士の民法ではね、あの、問われませんから、ほとんど。 あとこれもいいですこんな形で行為能力意思能力権利能力とかこれも結構達検でやったでしょうねだから鑑定士の民法ではこれ問案では使えませんからこんな飛ばしちゃっていいですであと今度14ページですね14ページ見ていただきますとよいしょ帯番号2の2の1で今度法人法人が出てくるねで法人も鑑定士の民法ではほとんど問われませんからだからここも深入りしなくていいですよっていうコメントのけてますんで飛ばしちゃってくださいね 全部飛ばしていいですあと右の右もそうね全部飛ばしちゃってくださいであと16ページも飛ばしちゃっていいですだからまっさらですね16ページもあと右の17ページこれも飛ばしちゃっていいですか,かなりカットできるでしょじゃ次18ページ開けてくださいこっからはしっかりと見てきますんで <laughs> いいですねこの帯番号 の18ページですよ18ページね意思表示意思表示こっからはねしっかりと見ていきましょうよろしいでしょうかねでちょっとこうね無効と取り消しねまたこの後で詳しく見ていきますけどとりあえずこうねこの言葉だけマークはしておいてください無効と取り消し無効と取り消しねで契約が成立したとしてもその契約は常に有効とは限らないとそこでいいか契約が 無効になる場合、ね、心理留保、通報、虚偽表示、錯誤、控除、良俗違反、ね、このあとこれ一個一個見ていきます。と、あともう一つ、取り消しうる場合、詐欺、脅迫について学習を進めていこうということで、これ非常に重要な分野ですね。で、この辺はね、宅建でもおやり、ね、宅建やられた方は勉強されたと思います。宅建でもやりますね、心理留保とか虚偽表示とか。 ね、これ非常に大事な一生人のところのね大事な内容になりますんで、ね、この後それぞれの中身しっかりと見ていきたいと思いますでまず1個目いきますよ心理留保心理留保ちょっとこれはねこの定義のところをマークしちゃってくださいこちらですねであとこれちょっと先取りしてねちょっとお見せしますねこれもよいしょ中の言葉の意味のところですねこれ悪意、ね、善意過失 あと軽快、警戒室重戒室って、ここもちょっとね、先にね、マークだけしちゃってください。ね、とりあえずマークスの、これだけでいいです。でも、これは全部覚えます。全部覚えますんでね、とりあえず、よろしいでしょうか。で、この後ですね、この心理留保について、じっくりと見ていきたいと思います。ね、大事な内容になってきますんで、この後ね、いろんな、その、なんていうんですかね、この条文上のね、条文の構造、ね、に関してもいろいろね、お話をしてきますんで、ぜひ、しっかりとお聞きになってくださいね。じゃその前にちょっと一息入れましょう。 はい。それでは最後の第四ユニットに入っていきます。では改めてですね、合格基礎テキスト18ページのこちらご覧ください。帯番号3-2。心理留保ですね。心理留保。これもね、卓球やったよって方、ぜひね、その知識をもう一回ね、あの、思い起こしてみてください、ね。で、これぐらいで見えるかな。いきますよ。ここでは例えば、例えば、A が 冗談で B 所有の高土地を買うといった場合に A は契約を守らなければならないかってことでね。これ A が買うよっていうその意思表示してる。でも冗談なんですよ。冗談。ね。本当は買う意思はない。でも冗談で買うよっていう意思表示をしちゃった。ね。この場合 この AB 間にこの公土地の売買契約が果たして有効に成立するかってことが実はこの問題なんですね。でいいですか次ね。で上記のように「表示者」表示者ってのはこれ意思表示をする人を言います。これを略して「表示者」って言い方をする場合がありますのでこれは覚えておいてください。ね。この後もこの言葉を使う場合が結構ありますから。ね。 だから、意思表示する人、こう言いますから。で、本件では A です。A を指します、これ。表依者。いいですね。買うよって言っちゃったんですよ、冗談で。で、だから、A が表依者になりますんで。で、表示者が真意でない。ね。真意でない。要するに、本心じゃないってこと。ね。だから、本当は買う気ないんですよ。ことを知りながら、知りながら意思表示すること。ね。これを心理留法って言います。 心理流法、ね、もう典型例として例としてこれですよ冗談ねこれ冗談これ、まあ、これがキーワードですねキーワードね映 A が冗談で買うよって言っちゃったこういうのを心理流法って言います心理流法心理流法ねでちょっとこれ字を大きくしますよよいしょこれ 心の内側を留保する心の内側に留保する何を本心です真意ですす真意だからこれ心理留保冗談です冗談、ね、心の内側に本心真意を留保するでも表向きは買うよって言っちゃってるんですよ、ね、これは心理留保って言います心理流保心の内側に本心を留める 全然内心と違ったことを言っちゃってるんですよこの人これを心理流法って言いますで条文いきますよこれは九十三条が定めてます心理流法については九十三条が定めてますでここでねちょっと条文の構造についてもねちょっとお話をしてきますしっかりと押さえていってくださいでこの条文ちょっと見ていただきますとね 意思表示は表意者がその真意ではないことを知っていた時であってもそのためにその効力を妨げられないと。ね、ちょっととした引きますよ一回ねでただしと相手方が表意者の真意を知りまた知ることができた時はその意思表示は無効とするということで、ね、まずこれね他の条文もそうなんですけどもこの一つのね条文の中見ていただいて。 まず文章が2つある二つあるこれいいでしょ2つあるで2つ目の文章の頭に「ただし」がついていたらこれはこれ正し書きって言いますこれこれね1つの条文の中で文章が2つあって2つ目の文章の頭に「ただし」がついていたらこの2つ目の文章を「正し書きの規定」って言うんですよ。 まあ、略して正しがきって言います。で、それに対して、一つ目の文章を。これ、本文って言いますから。いいですね。ですから、一つの条文の中で、文章が二つあって、二つ目の文章の頭が正しいって、始まっていれば。で、これ、二つ目の文章、正しがきって言って。その反対概念が本文です。だから、この九十三条は。 本文と正し書きの二つから規定されてるって言いますから。これは覚えておいてください。他の条文もそうです。ね、今後何条の本文とか何条の正し書きとか言いますから。ね、この93条については最初の文章が本文93条本文で書きます。これ条文をね、東和に書きますから。条文番号を東に書かなきゃいけないから。その時は前半部分については93条本文で書きます。 で後半部分もし条文ね答案で書く場合には「93条正し書き」って書きますからねこういうのもおいおい覚えていてくださいね。でそうするとこれね本文っていうのは当然ながらこれ原則ですよ原則を指します。で正し書きは何例外ですよ。 よろしいですねこちらはで法律はとにかく原則と例外原則と例外こうやってね細かく分析して見ていく必要がありますからね法律はとにかくこれ原則なのかなそれとも例外なのかなしっかりとね立て分けて見ていく癖をつけてください法律はとにかく分析的に考えます ね、先ほど来申し上げている通り私たちの何気ない日常生活をね本当に一挙手一投足を分析的に見てきますからだからこれは原則かなそれとも例外かな、ね、本文は原則を規定しているで正し書きは例外を規定しているってことですねいきますよいいですねでそうするとこれちょっと本文からいきますよ意思表示は表意者これで上でいくと A ね A がその真意ではない 本心じゃないことを知ってした時であってもそのためにその効力を妨げられないこれは「有効」って意味です。有効ね、で「ただしと」と、ね、ちょっと途中飛ばしますけど、ね、一定の場合は「無効」とするよということで。 だからこの93条これ心理留保について規定してるんだけど民法は心理留保の場合原則は有効例外が無効にしてますこれもしっかりと押さえていきますいいですね効力を妨げられない有効有効ってどういうこと ?AB 間に公土地の売買契約が成立するってこといいですね成立しちゃうんですよ A は 本心じゃないんだよ。冗談で言ったんだけど。ね。成立するよ。これがこの93条本文の意味です。効力を妨げられない。有効ってこと。有効ってのは上の事案でいけば、ね。AB 間に高土地の売買契約が成立するってことなんですよ。で、例外的に、ね、社借ね、このね。例外的に一定の場合は無効となるよってしてます。だから93条は原則有効。例外無効。これしっかり頭に入れちゃってください。よしですね。 じゃあ、例外的な場合とどんな場合かというと、相手方が、表意者の真意を知り、または知ることができた時です。これ、相手方って誰上の事例でいくと。B です。B が、ね、行きますよ。表意者、A の真意を知ってた。要するに、あ、この A は冗談でいい,い,い加減なことを言ってんな。B が知ってた。 ね、あるいは知らなかったけどもちょっと注意を払えば冗談で言ってるのが通常だったら分かったでしょってことこれが知ることができたたにあたります、ね、こちらはだから相手方 B が、ね、これ A が冗談で言ってるなっての知ってたあるいは知らなかったけども、ね、これちょっと注意を払えば冗談で言ってるなってのを知ることができた時はこんな B さん保護する必要ないよねってことで無効にします。 無効にするでね今保護する必要がないって言い方したんだけどこれ B の立場で見てほしいんですよ B の立場で見てほしいこれ契約を当然ね有効に成立させた方がこれ当然 B さんの利益にかなうね。逆にこれ A が冗談だっていうことでもしこの AB 間のね高土地の売買契約を無効にしちゃうとしたらどうなりますこれ当然 B さんとしてはこれ不足の損害被る もっとと言うと B さんの利益を害するだから B にしてみると有効に契約が成立した方が B の利益になる無効になった方が損害被るそういうことそういう視点で見てほしいんですよ。民法の条文ってねとにかくこのね当事者間の利害調整をね図ってますからどっちを保護するの、ね、どっちを保護するのまたどういう形で保護するのそういう視点で見てください。ね、これもし すぐに無効にしてしまったら B さん、もしこれし知らなかったらどうなります ?A が冗談だって知らなかったら B さん不足の損害を被りますよ。特に高土地っていうこれ、極めて大きなね、経済的価値持ってるでしょこれ買うって言ってて、当然 B さんは、あ、これ買ってくれるんだなと期待してる。ね。これがあって,って、いや、実はあの話なかったことにしてよ、じゃあ B さん不足の損害を被りますから。ね。ですからこれは原則は有効にして B の 取引の安全を図ったって言います取引の安全ここね書きますよここね取引の安全 B のまで入れておきましょうかね B の取引の安全を図ったってこと有効にした方がね、これ B さんは助かりますねこれあ買ってくれんだな 買ってくれるんだななとって,思って、ね、B さんの取引の安全につながるこれだけど逆に B が、ね、A がこれなんだあいつ冗談で言ってるなってのを知ってたあるいは知ることができたんであればこんな場合まで B の取引の安全を保護してあげる必要はないってことで例外的にに無効にしたととそういういことですで今お話した内容下の趣旨のところにねこれ上がってますんでねこれ最後ですねこれ。ね こういい一定ののの場合については相手方保護の必要がないので無効したと私はお話しとおりです。相手方ってのは B です。ね B が知ってたあるいは知ることができたでそういう場合にまで B の取引の安全を保護する必要ないよねってことで無効になるよねってことでいいですねこちらは。だから原則は有効にして相手方 B の取引の安全を図ったということ。 で例外的にね正し書きで例外的に相手方を保護する必要がない B を保護する必要がない場合はね無効としたということですねでこれなんでこれ無効になるんだか分かりますこれは A さんの頭の中見てください本当にこの B 所有のコー土地を買う意思がありますかってこと意思があるんであれば当然有効になりますよ でででも本件では冗談で買う意思はない意思がなければ意思通りのね効力っていうのは発生しないこれさっき勉強したまさに私的自治の原則なんですよ。私的自治の原則ちょっと確認しましょうかね。4ページですご覧ください。私的自治の原則とにかく、ね、私たち個人の自由意思を尊重してその意思に基づいてね これ自律的にに法律関係形成できるようにしてくれたこれたこを私的自治の原則って言いますだから意思があれば意思通りの効果を民法はできるだけ認めようとするでも逆に意思がなければ、ね、こんな意思尊重,、ね、そんな尊重する必要ありませんから、ね、意思通りの結果なんか、ね、これ意思がないわけですから、ね、これは別に効果は認めないと、ね、効果は認めない意思があれば効果を認めてあげる意思通りの効果は認めてあげるけど意思がないんであればね 有効にする必要ないよねってことで、この私的知の原則から導かれるんですよ。これも押さえといてくださいね。これなんで無効なのね？意思がないからですよ。一言言うと。だからどこまで行っても民法っていうのは意思を基調とします。意思を根本と考えるんですよ。だから意思があれば意思通りの効果を認めてあげる契約を有効にしてあげる。でも意思がないんであればね、これはもう有効にする必要がないってことで無効になるよってことで。 だからさっき勉強した質疑児の原則っていうのがこういうところにも出てるんですよ。面白いでしょだからとにかくね、この民法でね、意思を基調とする、これをしっかり押さえておいてください。できるだけ意思通りの結果を認めてあげよう。だから意思があれば、できるだけ認めてあげよう。意思がないんであれば、ね、その一定の結果なんか認めてあげる必要ない。だから契約も有効にしてあげる必要なんかないってこと。これですよ。ね。またこれ、この後も出てきますから。ね。 だからとにかく私的自治の原則ってこと。ね。意思があれば意思通りの結果を認める。意思がないんであればね、あの、有効にはしないと。そういうことですね。で、ここでまたちょっとね、言葉をあの覚えます。で、正し書きの例外のところを見てほしいんだけど、相手方が表示者の真意を知ってた、または知ることができたところなんですけども、ちょっと左側の、こちらね、言葉の意味をご覧ください。これ、達見おやりになった方はね、 覚えてますね <laughs> これ、宅球の時もガンガンやりますよね。権利関係の時にね。行きますよ。これ、ちょっとね、この言葉覚えておいてください。これ、悪意と善意って言葉。これ、法律用語です。法律用語。ね。悪意ってのは、ある事実を知ってることを悪意って言います。で、その逆が善意です。善意。これは、ある事実を知らないことを善意って言います。共にこれ、法律用語なんで。ね。これ、日常的なね、あの、こういう悪意って言うと、なんかね、こう、なんか、非常になんか、 悪いイメージあるでしょうあると全然関係ありませんそういう道徳,道徳的なニュアンスは全くありませんから悪意ときたらね法律用語として知ってるとで善意ときたら知らないとねあの道徳的なニュアンス全くありませんからこれはしっかりとね今回初めてご覧になった方は覚えておいてください宅見でおやりになった方はまだおそらく覚えてると思いますこれやりますもんねこれねであと次ね過失過失こちらこれね 加湿ってこれは簡単に言うと落ち度のことです落ち度ねで一応2種類あるんですよ二種類あってで軽加湿軽い方ね重加湿名前名前の文字見てください、ね、軽加湿軽い落ち度でその反対が重加湿重い落ち度、ね、2つあるよ2つあるよこれも一応覚えておいてください この錯誤95条の錯誤というところでねこれ使いますからで通常ね通常過失といった場合には経過失の方ね経過失の方を指しますんでね一応これはこれで覚えておいてくださいね今ここで悪意と善意そしてあとね過失っていうのはね今ご説明いたしましたでこれを使ってちょっともう一回ですねよいしょこの条文を見ときますと正しゃき見てください し見ていただくと相手方が表依者の真意を知りだからこれは悪意ですよ悪意ね悪意で知ることができたこれ知ることができたのはさっき言ったように知ってはいない知ってはいないでもちょっと注意を払えばねこれ知ることが可能だったってことだからとりあえず知ってはいないから全員全員。でもこれちょっと注意を払えば知ることできたってことだから注意を払ってないってことで過失がある したがある従ってこれをねご覧ください善意有過失って言います知ってる場合が悪意です、ね、この言葉にも慣れてってください「悪意」ってのは知ってるってこと知ってる、ね、今後こういうね条文の規定でねこれ表者「表射真意」を知ってるっていう場合これは「悪意」って言葉で表現してきますからね知ってるときたら「悪意」 で、もう一つの、ね、知ることができたって場合、知ってはいないから、善意。でも、落ち度があるから、善意有過失って言います。善意有過失。ね、この言葉も慣れていってください。ね、悪意善意有過失。こちらです。ね。あと一応、この主審ところね、これはご自分、また復習の時にね、一通りは必ずお読みになってみてください。ね。いかがでしょう。いろいろね、言葉出てきましたけどね。あの、本当にね。 まあ今回1回目ってことでねいろんな言葉出てきてちょっとねあの戸惑うことも少なくないかなと思いますけどもやっぱりねないこともそうですけどね他の経済回帰もそうと思いますけどやっぱり一番最初はねやっぱりね目新しい知識がどんどん出てきますんでねぜひこういうところは時間かけていいですここは時間かけて構いませんからねしっかりと覚えていく覚えていくっていうのを心がけてくださいこういうところをね軽視してどん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 後ろ行ってしまいますとねいつまでたってもなかなかこう理解も深まりませんからそしてですね こういうい言葉しっかりと覚えちゃってくださいねじゃあ次ですねこれ今心理流法を見ました原則は「有効」で相手方が表価者の真意を知りまた知ることができた、ね、こういう善意有価質悪意あるいは善意有価質の場合は例外的に「無、ね、効」でなんで「無効」か意思がないからその根拠が指的実の原則だった、ね、今やりましたね。であと ちょっとね右のページ行ってくださいあごめんなさいあとこれね下が要件ですでさっきお話ししたようにね要件効果の順でこのテキストも作ってありますからでもここはちょっとねもう一番下からちょっとねこの右の方に行ってください右のページまで行っちゃってくださいねでここでねちょこっとこの意思表示の構造を見ときますここれまたこの後ね あの作語95条の「錯誤」っていうのはこのあと勉強するんですけどもその時にもこの理解がね関係してきますんでいいですねで上から2行目19ページです19ページの上から2行目ちょっと見てくださいここで人の意思表示はまず動機次に内心的公開し、ね、こういう言葉もねちょっと慣れてってくださいで最後3番目表示行為 という過程により行われると考えることができるってことでねこれですよこれ時系列ですね左から右にタイム時間が流れてるというふうにご理解くださいで一番最初に動機で二番目に内心的公開意思って言いますねこれ簡単に言ったらまあ意思ですよ意思意思ねで三番目が表示行為ってことででこれちょっと具体的にいきますとちょっと下ご覧ください 例えば「高土地を買う」という意思表示をする場合を考えてみるとねマイホームを建てる土地が欲しいなこれが動機ですよ一番最初。ね、でこの動機に基づいてじゃね買おうかな、ね、これが内心的公開示です。買おう買おおう、ね、でこれ買おうと思っているだけではまた内心ですからでこれを外部に表明する「買うよ」「買うよ」これが表示行為です。 でここに至って、意思表示が初めて行われるのであるってことでね。一応、意思表示の生成過程が動機、内心的公開しそして表示行為です。でも、気をつけてほしいのが、この意思表示自体は、ね、この2つだけなんですよ。内心的公開しと、これね。ちょっとくくっちゃいますよ。 これです。これが。ちょっと。細いペンで、これが意思表示だよっていうことで。これは、これで覚えておいてください。一応意思表示の生成過程にあって、一番最初に動機っていうのが必要になります。ね、基本的に動機っていうのが入ってくるんだけど、でもこれ自体は意思表示ではないよってこと。 意思表示っていうのは内心的公開意思と表示行為この2つから成り立つんだよっていうのを覚えておいてくださいねこれこのこの理解がこの後九95条の錯誤っていうところを勉強するときに大事なポイントになってきますからでこれって実はもう今日これすでに前に勉強してるんですよどこ <laughs> やってんですよ皆さんでこれ見ましょうかね全部ね法律ってつながってきますんでね えっと、3ページ開けてくださいテキスト3ページレック体系の図の左ですここで意思表示ってやりましたねこの定義もう一回よく見てみて「意思表示とは一定の効果、ね、例えば売買契約の成立、ね、を発する意思の表示行為だよ」ってやったでしょ「意思」ね内心当然これ意思があるでこれ内心にとどまってるだけじゃ足りなくてこれを表示するんだよ意思と表示行為 いかがででしょう、ね、これですよだからさっきの意思表示の定義を覚えといてくださいねって申し上げたのはそういう次第なんですよ。ね、で一応これねこの内心的公開意思って言いましたらちょっと覚えといてください。ね、内心的公開意思、ね、これ答案で使いますから特に錯誤の時にやりますからね一応意思です。簡単に言うと意思、ね、で表示行為この2つから意思表示が構成されるよってことですね。 よしで,しょうかであとねその下ですね下についてはまた時間がある時にね復習の時にねざーっと目通しておいていただければ OK ですで次で今度20ページ開けてくださいこちらが最後ね、えー、と効果です効果法律効果ねでこのテキストで、ね、何回も申し上げますけど要件から効果ね要件を勉強してその後効果って形でねこのテキストを作ってありますからねまたこれもざーっとあの目通しておいていただければいいですもうすでにやりましたね 悪意善誘拐図この場合は無効だよなんで無効意思がないね指的自治の原則が根拠だねやりましたねで一応この側中ですねここにしこの要件と効果ですねこれ一応整理してあ,がってあげてやりますねこれは一応目通しとけばいいですあまりガチガチにここは覚えるって形よりもねあんまりねこの93条の心理留保 ね、あんまりこの条文をそのまんま当てはめるような問題あまり出ませんからねとりあえずここはね覚えるっていうのも一回ね読んであの意味を理解しておけばいいです。表表意者が表示行為に対するのないことを知りだから簡単に言うと冗談です冗談ね買うな買う気なんかないよもう心の中でペロッと舌を出してるわけですよ、ね、これですで効果効果としては何回も言いますけどねこれきちんとね一応押さえておいてくださいね原則は有効でした これ、趣旨は一応ね、相手方 B の取引の安全を図るってことだった。ね。これ、いきなり無効にしちゃうと、意思がないってことで、いきなり無効にしちゃうと、B さんの取引の安全ね、これ、害してしまうから、ね。原則有効っていうのは、これは、相手方の取引の、相手方の B の取引の安全を保護する。ね。これが理由だった。で、例外的に、ね、これ、相手方の B が、表示者の真意を知ってた悪意。これ、悪意って言いましたね。または、これを知ることができた。これ、全員誘拐事でした。 この場合にまで相手方 B を保護する必要はないってことでねこの場合はね無効になるよってことでしたいいですね,ねちゃんと原則例外ね原則例外しっかり分けて本文が原則ね正し書きがねっ正し書きでしょこれが例外だよ原則有効例外が無効になるよねこれしっかりとねこの条文構造はしっかりと押さえておいてくださいいかがでしょうかね いぶん当飛ばすとこはもう飛ばしますんで、ね、大事なポイントだけ絞ってしっかりとねそこだけ皆さんにお伝えしてきますんでぜひねあの復習の時もねあの飛ばしたところ全部読む必要なんか全くありませんから、ね、ここだけちょっと目通して,てくださいねところは私の方で逐一あのそのもであのコメントいたしますので、ね、復習の時にざっとその、ね、部分だけ読めッ OK で私が全くも飛ばしちゃってくださいねっていうところは完全に飛ばしてください。も、ね、ももう皆さんも時間がもったいないなですから 逆に大事なところ、をしっかり時間かけて自分のものにしていくっていうのが大事ですからね。よろしいでしょうかね。一応まあこんなところであんまりね。いきなり先へ進みますとね。ちょっと皆さんもね。大変かと思いますんで、とりあえずですね。ちょっと若干時間は早いですけども。今回1回目はこの20ページまでといたします。で、予習は基本的にやらなくていいです。基本的に予習はなくていい。それもむしろ徹底的に復習やってください。復習を。 特に私がね、あの時間かけてお話したところについてはね、またあるいは。ここ絶対覚えてねっていうところについてはね、覚えていくように、またしっかりと理解していくように努めてください。それでオッケーです。ね、じゃあ今回一回目これで終わります。お疲れ様でした。